はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、入門講座憲法第1回目の講義を始めます。担当はレクサン・ニコ師森リツです。よろしくお願いします。あ、また、マイクつけるの忘れてました。<laughs> はい、えー。第1回、憲法第1回の講義を始めます。はい。えー、ということで、今日から、あの、憲法ですね。 うん、で、えっと、憲法の,、まあ、その最初はまあ憲法という科目の総論とか入っていって、で何ていうのかな、1個ずつ具体的な話になっていくんですけども、まずその憲法っていう科目の特徴っていうのをお話しすると、これまであの条文や判例とか学説とかいろいろ勉強してきたじゃないですか、基本的にどれもそうですよね、どの科目も、えー、条文、判例、学説を勉強していくと。 まあそのウェイトっていうものは科目ごとに様々だったりするので、例えば会社法とか民法とかっていう、そもそも条文の理解から大事なものであったりとか、まあ、ケース法みたいな条文がややこしいものとか、まあ、刑法みたいにやっぱり学説の理解が大切だったりとかっていうのがあるんですけども、で憲法では一体その3つのうち何が一番大事かと思う、まあ、これはもちろん正解があるわけではなく、私個人的に思っていることなんですけども、まあ、私は憲法に関しては、 判例がもう圧倒的に大事だと思っていますので、判例っていうのをしっかり読んでいって理解するっていうことを、この講義のまあ中心的な作業にしていきたいなと思っています。で、理由はですね、ごくごく単純で,でしてね、あの憲法っていうのは条文が少ないんですよ。えー、103しかないんですよね。憲法103しかない。ので あの民法みたいな線とか超えてる場合は、やっぱその条文っていうのを中心に、条文の理解を中心にやっぱ組み立てていってっていうふうな答案構成にやっぱりなりがちなんですけども、憲法103しか条文なくて、要するに条文一個一個も別にそんな複雑な、なんていうのかな、あの要件効果が定められてるわけじゃないんですよ。ってことは、その条文っていうのを理解した,したって、その条文があまりにもざっくりしすぎてて、使いこなせないんですね、憲法の各条文っていうのは。 なので、その条文を理解するために、解釈するためには、必ず判例の理解がいります。なので、判例のウェイトがかなり高い科目です。そういう意味では、暗記の、あの何て言うのかな、負担は大きめなのかなという気がしますね、うんあの。条文を使えば、条文見れば調べたら分かる、調べられればいいっていうようなものではなくて、あやっぱ判例の中身、文言っていうのをしっかりと記憶するっていうことが、 あの結構大事な科目になってきますね。それはあの7科目の中ではトップでしょうね、そのウェイトの大きさとして。うん、で、あとは、やっぱこの判例合戦なんですよ、イメージ、あの憲法っていうのは。判例合戦ってどういうことかっていうとあの、まあ、合憲か違憲かみたいなのをやっぱ判断するんですよね。で、憲法ってまずどんなあのものなのか、まあ、ちょっとこの辺からレジュメ入っていきましょうかね。憲法の意義からちょっとと見ますと えーと憲法って国家と憲法って書いてあるようにその国家との関係が一番やっぱり憲法っていうところが特徴になっていてここに書いてありますがまず国家って何かっていうと、ま、これ覚えなくていいかもしれないですけど国家とは、えー、国民と、えー、主権と領域領域っていうのはまあ領土、領海領空の3つの要素を有する社会、ね、つまりこういう我々が今日本住んでる日本とかが国家なんですがその国家の存在を基礎づける基本法のことを憲法って言ってるわけで。 もちろん憲法の意義にはいろいろありますが、今、これから勉強する日本国憲法に関して言うとあの我、一番の目的は我々の人権を保障するものなんですね。歴史的に見て、そのやっぱ国っていうものが国民を、まあ、そのなんていうのかな、侵害、まあ、人権侵害がな、してきたことっていうのは、これまで多くの歴史で起きてきたことなので、それを防ぐっていうのが、まず憲法の大きな目的なわけですね。 我々のあ住んでるこの日本っていうのを住みよいものにするっていう、まあざっくりとそんな感じ、そういうイメージの法律なんですけども、でもやっぱそれに反するような、つまり我々が、なんていうのかな、あのー、なんかこういうこと、経済活動してて、いきなりその経済活動ダメだとかいきなり国家に縛られたりするっていうのは、それは本当にじゃあ、憲法っていうのは営業の自由を認めてるんじゃないのかと、なんで俺がこういう仕事をしちゃいけないんだとか。 例えば弁護士ってやっこの間、この間っていうか、どっかでやったように、弁護士しかあれだよね、あの裁判の代理人にならなかったりするよね、基本的には。あれって職業の制限じゃないですか。うん、あれ、なんでじゃあ弁護士じゃない人間は代理になっちゃいけないんだ、それ憲法に違反するんじゃないかとかってなった時に、それはいや、憲法に違反してるんだっていう言いたいときは、それを。 えとそれに使える判例を探して、その判例のこの部分を使えば、いや、これは憲法違反だろうっていうわけです。で逆に、いや、憲法に違反してないって言いたい側は、それっ、えー、と何て言うのかな、えー、使える判例を探して、いや、こういう理由で憲法に違反してないんだっていうふうに言う。つまり、判例合戦というのは、憲法に違反してるかしてないかを戦うわけですよね。憲法に違反してるっていう側と、憲法に違反してないっていう側が戦うときに、それぞれ、えー、自分の有利な判例をあーこう上げていく。 っていうようよなイメージななんですよなので、判例の理解ってめちゃくちゃ大事なんでね。その時に、その判例がそもそも知らなければあげられないのも当然だけどもあの、判例をちゃんと理解してないとね、つまり、あのいや、それは、その判例とこの事案は別だよ、何あげてんだってなっちゃうと、それは点数来ないから、えー、我々がこれからやる作業の中心は、判例がどういう観点から、どういう事件でどういう判断をしているのか、でその判例の使い方を学ぶと。まあ、それが最初の憲法のあの 勉強するときに意識してほしいことなんです。で、その後、実際に憲法の答案を作るっていう段階になると、これはまた、あの、それは答案戦略っていうのがあるから、それはまたおいおい、あの、話してきたらいいと思うんだけども、まあ、それは一個上のレベルの話で、まず、あ、基本的には反例の理解をすると。今日も、今日、まず憲法の総論なんで、あの、まあ。 結構まあざっくりした話から入るけども後半は外国人の人権っていうところの判例をいくつか見る今日多分外国人の人権絡むの判例をほんとたくさん見るんだけども判例たくさん見るのはそういうあの性質があるからなので、はい、あのなんでたくさん見ていきましょうということになります。 はい、これでちょっと憲法の、ね、勉強のイメージをつかんでいってもらえたらいいかなと思いますがそんなこと言いながら最初はあのやっぱり判例じゃないのでそれはあの学問の最初はいきなり判例から入らないのでそれはまあしょうがないとしてちょっと抽象的な話から説明していきたいと思います、はい、一応こういうふうなのが憲法っていうものの性質国家との関係性で成り立っている法律なんですがただこの憲法っていうのもいろんな意味で使われてるんですね まず立憲的意味の憲法っていうのがあってこれはあの権力を制限することにより自由を保障しようとする考えを基本理念とする憲法です。あの憲法っていう、えー、と概念にはいろんな意味が含まれていてそれぞれどの意味に該当するのかっていうのが担当の都会で聞かれることがあるのでここで立憲的意味の憲法って言われたらそれはあの権力を制限して えー、自由を保障しようという考えを基本理念とする憲法のことを言います。はい、でこれはフランス人権宣言なんかであのこう考えが、ね、あのこう明らかにされていて、ここですよ。権利の保障が、えー、と確保されず、権利の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではないと言ってますね。これ、どういう意味か、うん。権利の保障っていうのがなければ、それは、 たとえ、その法律に憲法っていう名前を付けていたとしても、それは憲法というふうなあ概念には当てはまらないんだっていう意味を宣言しているわけですよ。で、ここで言う憲法っていうのが、さっき見たあの立憲的意味の憲法を指しています。憲法って単純に言ったときにあの、普段の講義で使う憲法は、単純に日本国憲法を指しています。それは間違いないですね。 ただ、そうじゃなくてその、もっと抽象的な話で、憲法っていうものはそもそも何かっていうときには、その立憲的意味の憲法とか、いろんな意味の憲法を指すので、ここでいう憲法は、立憲的意味、えー、自由を保障する憲法だというふうにお考えください。で、続いて、じゃあ、それ以外の意味当然あるんですよ。まず、あ、2つ目が、固有の意味の憲法です。これは固有の意味の憲法っていうのは、国家の統治の基本を定めた法としての憲法。 で、あの憲法っていうのは、統治と人権っていう大きく2つのジャンルに分けられてますそもそも、レックのテキストがそうだよね。あのレックのテキスト、これ2冊あるじゃないですか。憲法1。これは人権なんですよ。で、えっ、ー、と、レックのテキストって2は何かっていうと、これ二、ね、2から統治の話するんですよ。ね。統治っていうのは、あれですよね。あの、国会があって、 内閣があって、まあ、裁判所があってみたいなそういう国の在り方、これも憲法で決めているので、大きくあの人権と統治という2段階になるわけなんですけども、まあ、その統治の、えー、基本を定めた、つまりどうやって国を、なんていうのかな、成り立たせるかっていうのがないと、そもそも国が成立しませんから、そういう意味で、そのこの意味の憲法はいかなる国家にも存在するので、まあ、これちょっと担当で、この知識があると役立つんですよね。 だから、立憲的意味の憲法はいかなる国家にもありませんよ。いかにも国家にもありませんというか、いかなる国家にもあるわけではありませんよ、うん。つまり、えっと、いや、うちの憲法っていうのは人権特に保障してないんですよっていう、そういう国の憲法は、それは立憲的意味の憲法はありません。まあ、ただ国家として成立している以上は、もう、あれですよね。あの、いわゆる、 固有のみの憲法はあると思ってください。そして、続いて、実質的意味の憲法。これは、法形式にかかわらず、国家の、あ、間違えあませこちら、形式的先だ。形式的意味の憲法というのは、憲法という、そういう名前。 を持っているものそれを憲法って言いますだから、一番分かりやすいよね。だから、日本国憲法はあの立憲的意味の憲法でもあるし、固有の意味の憲法でもあるし、形式的意味の憲法でもあるわけですね。け憲法って名前だから。それは憲法って名前だったら憲法だよ。形式だからね。で、それと対立概念で実質的意味の憲法。これは、ただただ憲法って名前取っているってことじゃなくて、その法形式に関わらず、国家の組織や作用に関する基本的な規範を持っているものを、えっ、ー、と、 事実的意味の憲法と言います。で、続いて、えっ、ー、と、憲法の、えー、と分類ですね。まあ、これは、レックのテキストでいうところの、えっ、ー、と、3ページから、ここから、まあ、憲法の分類っていうのがあるので、まあ、これとか参考に、あの、お手元で見ながら受けていただいてもいいかなと思うんですけども、まずは、成分憲法と不文憲法ですね。はい。あの、 文としての憲法があるかどうかですね。ですごく有名なのは、だからみんなも学校、大学に行く前の学校であの、中学か高校で勉強したかもしれませんが、イギリスは不文憲法なんですよね。うん。うまあ、レックのテキストにも書いてますけども、イギリスは成文憲法を持たないと。だからそういう意味では、形式的意味の憲法はないのかもしれないけども、でもちゃんと実質的な意味の憲法はあるんだと。 別に文として成り立ってるかどうかっていう問題ではなくっていうことですね。で、続いて、公正憲法と南正憲法です。これは、あの法律って、まああの、改正しようと思えば改正できるじゃないですか。当たり前だけど、何度も法改正してるし、で我々勉強するときに法改正したらめんどくせえなと思うんですよね。<laughs> 法改正しやがってよってあってあの、また覚え直さなきゃってなるんだけども、憲法ってなかなか改正されないでしょ。 うん、あれは改正のしやすさで分けてるものです。で、その憲法っていうのがあの改正をしやすい、しにくいっていうのは、それは別に憲法ごとに決まってるわけで、憲法ごとに決まってるっていうか、その、あの各国の憲法であの定められるんだけども、日本はこれ公正憲法です。えつまり、あの憲法を改正しにくいんですね、うん。改正しやすいかしにくいかで分けてます。まあ、より厳密に言うと、もうレックのテキストに書いてある通りなんですけども、 憲法改正の手続きが通常の立法手続きと同じなのか、他の民法とかと同じような感覚で、まあ、感覚というか手続きであの変えれるのか、同じ要件で変えれるのかっていうのか、それとも、いや、民法を変えるのと憲法を変えるのじゃ意味が違うでしょ。憲法はもっと慎重に、もっと厳密な要件で変えなきゃいけないでしょっていうのが、これ、公正憲法です。まあ、だから、柔らかいと硬いだよね、うんあの。変えやすいから柔らかい。なかなか関連なって硬い。そういうことです。 続いて3つ目の分類は、近代憲法と民定憲法ですね。もうこれ、字のごとくですが、近代憲法というのは、えーと、君主が定めた、ですね。まあ、君主というものを指す言葉ですね。君主が定めた憲法というのと、民定憲法は民が定めた憲法ということで、まあ、国民が作った憲法だという対立概念ですね。はい、そして4つ目が、近代型憲法と現代型憲法というのがあります。まあ、その近代的な考え方、 を取ってるのか、まああの、現代的な考え方を取ってるのかっていう、あのそう制,体さ制定された時期の話ですね。うん、近代に制定された、現代に制定されたみたいなところで分けているということになります。まあ、えー、こんな感じの分類の方法もあると。で、次に憲法。か憲法っていうのがいろんなものがあるんだなってことを理解してもらったところで、その憲法っていうのは、 確かにそういろんな種類があって、で国家を基礎づけるもので、まああの、立憲的意味の憲法に関しては、まあ、国の国民の自由を守るものなんだと。逆に言うと、国に好き勝手させないために国を縛っている意味なんだと、まあ、そんなニュアンスが日本国憲法にはあるわけですけれども、えー、それを支える大切な概念がこちら、えー、憲法の最高法規制ですね。うん、つまり 山ほど法律あるわけですよね。民法だ、会社法だ、刑法だ、刑事訴訟法だ、中で、はい、ざっくり言うと、一番偉い法律なんですかって言ったら憲法ですってことです。はい、97条、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。98条1項、この憲法は国の最高法規であって、 この蒸気に反する、えー、法律、命令、就職および、えー、国務に関する、えー、その他の行為の全部または一部は、えー、その効力を有しないと。ということで、えー、もう憲法っていうのが一番偉いんだということを表現しているのがこの2つだと言われております、うんあの。憲法で保障する基本的人権っていうのはすごく大事なものなんだ。だ憲法っていうのはしっかり守れと。そして、98条に書い,てれ書いているようにね、憲法は最高法規なんだと。 いうことで特にここですよねこの憲法に反する、まあ、法律なんちゃらとかねいろんなものっていうのはもうその功録を否定されるわけですよ。法律作るときに憲法に反する法律は作れないんですね。でこれがやっぱり、えー、と国っていうのを国に好き勝手させないっていうそういうところに狙いがあるわけですよ。 ま、例えば、その、なんでしょうね。まあ、なでもいいんですけど、あの、とか、その、 独特な、ね、あの思想を持った人がただその国のトップになってで、その一部の少数派の人たちをめっちゃ苦しめるようなね、なんか真の始皇帝の封書工事みたいな、ね、ことをやるとかって言って、それのための法律を作っても、それはいや、そんな法律憲法に反してるから無効ですよってことで、あの自分の、ねえー、支配者の好き勝手にできないようになってるわけですね。それが憲法の最高法規制ということになります。これは結構よくあら 争うこれがあるからこそ、あの司法試験の問題で成立しているというか、なんか法律がありますと、でその法律にのっとってこういう処分を下されましたという人が、いや、この処分おかしくない、えっと、この処分って憲法に反してるんじゃないかって考えたときに、それは無効だっていうわけですよね、これ憲法に反すから、これ無効だってなったときに、2つの考え方があって、それは法律の適用が無効なんだと。つまり自分にここ A という法律があって、その法律を適用して B という処分が下されるわけですけども、それはその A という法律と B という処分のうち、A という法律は確かに別にそのなんていうの、あの憲法に違反しているものじゃないんだけども、でもそれを適用して今回の B という処分は、この処分ってちょっとなんか憲法に反してませんかっていうときに、その処分そのものを表す、まあ、適用意見なんて言い方するんですけどね、えー、争う場合と、いや、待ってと。 処分云々んじゃなくて、そもそもこの処分の根拠となっているこの A っていう法律がおかしくないかと。だからの A っていう法律そのものが憲法に反するんじゃないかってなって、その A っていう法律を無効にする。法律無効になるよね。そうすると、A っていう法律に基づいて B っていう処分になってるから、A っていう法律が無効になっちゃったら、B っていう、えー、処分も当然無効じゃないですか。だから、ちょっとこ一応まあ補足しおこうか。例えばね、これ、一番すごい大事な概念で。 これ理解できてないで、本当に憲法の答案書けないぐらい大事な概念なんだけども、A っていう法律があるから、B っていう処分が下されますと。その時に、どっちが憲法に反してるんですかってことなんですよ。で、この処分そのものが憲法に反してるっていう場合、これはこの法律を適用した処分が憲法に反してるから適用意見なんて言い方をするわけですね。 いやそうじゃないとそも,そもそも法律自体が憲法に反しているんだ、これ法令意見です。これって、憲法の答案を作るときに、なんか意見を主張したいなってなったときに、それがこのどっちなのかっていうのは、絶対に意識して書いてほしいんですよ、答案あの。書き方が違うので。 法令意見と適用意見をごっちゃにして答案作るっていうのは非常に危険な行為で、あのなので、そこはしっかり意識してほしいと思います。だから、判例読むときも一緒ですね。この判例は、まあ、同じ判例でもその両方争われてるときありますからね。だから、今、こんな話は法令意見の話してんだなっていうのか、いや、これは適用意見の話してんだなっていうのか、それはどっちの話してるのかっていうのは、今後、憲法を勉強する中でめちゃくちゃ大事な概念だから、でもし法令が意見。 法,法律が憲法に反してたこの9 8条によって、この法律が無効。ってことは、その法律に基づく処分も無効。だからこの処分がなくなるってことで、えーとまあ、原告の勝ちみたいな話になってくる。この法律は憲法に反してないんだけども、この処分、それ自体は別に憲法に、それは憲法に反してるんだよっていうようなニュアンスだったら、こっちだけが、これは合憲でもこれが違憲ってことがありえるんですね。はい では、続いてですね、えー、憲法の生成と立憲主義の展開です。まあ、この辺はそんなにかなって感じしますけども、重要性はね、消極国家。これはもうあのー 中学もしくは高校の社会の復習ですよね。国家による干渉はできるだけ少なくする方が人権保障のために役立つという考え方を消極国家といいます、えー。経済活動って原則自由ですよね、はいあの。アダム・スミスの神の命ざる手なんて勉強したことある人いるかもしれませんけども、経済活動って原則自由だから好き勝手にやってちょうだいよと、ね、あのことですけども、でもそれを自由競争と言いますね。消極国家の下では、まあ、消極だからあの、 国があんまり関わらないってことです消、ね、極国,国家のもとでは無制限な自由競争を認めたため多くの社会的え経済的弱者の犠牲のもとで少数の止める人々を保護する結果となったと。 まあこの辺はもう世界史、日本史の話になってくるかもしれませんが、まあ、ここまで極端じゃなくても身近な例を言うと、えー、と地方で商店街とかがあると、商店街にぎわっていたにもかかわらず、その地方にいきなり大型の,なんていうのデパート、スーパーが出店したことによって、みんなそっち行っちゃったから、地,方地元の商店街を営んでいる人たちがみんな廃業になっちゃうみたいな、まあ、そういう社会問題があるわけじゃないですか。つまり、自由競争っていうのは、もう強いものが勝つんです。 ね、お店とかね、A 点、A. B 点があって、A 点の方がみんなお客集まったら B 点潰れますよね。これが自由競争です。原則はそれでいいんですよ。でもそれだと、ちょっと不都合になるということがあるので、えーと、それだけじゃダメだろうと。ちょっと国家による修正を入れましょうか。これが積極国家ですね。 はい、国民の経済活動に介入して積極的な役割を果たす国家の在り方ですね、はい、これを積極国家と言います。えー、なんで、まあ、例えばその独占禁止法とかってなって、経済活動とかを制限する、まあ、そのう辺の発想っていうのが積極国家という発想ですよね。はいえー、国家が積極的に国民生活に関与するために、えー、専門的、技術的判断を迅速かつ円滑な対応が必要であると。うなんですだからその 経済に関与するってなって、無知な人が経済に関与したら訳わけかんないことになるから、から専門知識が必要ですよねと。じゃあ、専門知識って誰が持ってるんですかっていうと、まあ、行政なんですね、はい。つまり、かかる能力を有する行政権の権能が拡大し、本来法の執行期間に過ぎない行政権が国家の基本的政策決定に中心的役割を営むようになったと。 まあそうですよね。まあそういったふうな話があるよと。まあ、この辺の知識って別に正直司法試験的にはなくても、そんな問題じゃないかなと思うんだけども、簡単な確認でした。で、次はですね、えっと、基本原理ですね、はい。いくつか見ていきますが、自由主義。人は本来的に自由な存在であり、国民は国家から干渉を受けないという原理、まあ、消極国家の発想ですよね。うん、好きか俺は自分の好きに、あの自分の好きなあの経済活動をしたいから、何も介入してくれんなというのが自由主義ですよね。 で民主主義ですね、これは知者,知者と非知者の自動性ということで、あのつまりあの今、日本というのは国民によってあの運営されているわけですよね。うん、だから別に国民以外の例えば王様とかが独,独裁しているわけじゃないから、我々が国を治めて、で我々によってあの運営されている、まあ、それが知者と非知者の同時同時自動性ですね。 で平等主義、えー、各人を人間として平等に尊重しなければならないというよりも当たり前すぎる話ですね。はい、で福祉主義、えー、国家に国民が個人の尊厳を保障するための、えー、積極的作為を要請する原理です例えば、あのー生存、生存権、生活保護とかもあると思うし、年金とかっていう形であのー、ね。 いろいろと国からお金をもらったりするとか、そういったものが福祉主義ですよね。福祉社会とかね。福祉っていうのはそういうことです。国家に助けてもらう、えー、話ですね、はい。これも国家の役割として、憲法で出てくることがあります。そして最後、平和主義、これも当たり前ですね。はい、個人の尊厳が保障されるためには、何よりも平和がそ保障されていなければならないということです、はい。で、この平和主義を掲げているのが9条なんですが、私、この講義の冒頭で、憲法の勉強っていうのは、まあ、何よりも判例が大事なんだと。 行こうと言いましたが、この9条に関しては、まあ、判例がほとんどないので、これに関しては条文と学説が結構大事なんです。でまあ、それをちょっとこれから勉強していきたいと思います。まず条文見ていきますね。憲法9条え。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。2項 全項の目的を達するため、陸海空軍、その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。まあ、こんな形で、これ、平和を、ね、定めているわけなんですけども、これ、いろんな解釈があるわけです。この、これ結構、憲法の中じゃ、憲法の条文の中じゃ複雑な方なんですよ、これね。だから、この複雑な条文の解釈に争いがあるわけなんですよね。見ていきましょう。まず、1つ目。 国際紛争を解決する手段としての戦争、この戦争って一体何のことですかっていうと、それは、つまり通説は、侵略戦争を意味するって言ってます。このワードね、担当の知識として覚えておいてほしいと思います。戦侵略戦争だと。だから、侵略ではないあの自衛とか制裁戦争っていうのは、これは少なくとも9条1項では放棄されていないということです。 国際紛争を解決する手段として、この文言に着目したいんだけども、もう一度見ると、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては放棄するって言ってるんで、この手段ではない戦争武力の行,行使は放棄されないわけですよね。 単純な日本語の読み方として。戦争と武力の行使を国際紛争を解決する手段としてやる場合は、それはだめだよとで。国際紛争っていうのは、つまり、どっかの国と国で揉めたときに、あもう話し合いじゃ解決できない、もう攻めたれ、攻めたれみたいな感じであのやる、まあ、侵略戦争ですよね。うん、揉めたときに攻めるんだという,そう,いう、ね、そういう侵略戦争っていうのはダメです。 じゃなくて、相手から攻撃されたときにあの守るとか、まああの何らかの悪いことをした国に対して制裁を与えるためとかっていう、そういうものまでは放棄されていないという、えー、これがまあ学説の通説なわけです、はい。で、この次がややこしいんですよ。これはね、本当にね、もうこの条文作った人が、それは揉めるだろうって話なんですけども、善 <laughs> 行の,の目的って何なのってことですよ。もっとはっきり言うよって話ですよね。 全校の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない、うん。全校の目的って何だろうかということなんですけども、全校のどれを指すんだよってことですね、要するにね。はい、これ2つ、まあ、大きく2つの立場があって、全校の目的をさっき見た侵略戦争の放棄だよという立場、これを限定放棄するですね、侵略戦争に限定されてるから。 一方で、いや、正義と秩序を基調,基調とする国際平和を誠実に希求することでしょと。こっちでしょと。うん。全校の目的ってこっちでしょという話か、いやいや、こっちでしょと。国際、あ侵略戦争の放棄でしょどっちなのか。これ、どっちとも取れるんじゃないですかってことですよね。こんな、なんかよくわかんない書き方だったら。なんで、学説が分かれてるで。そうすると、もし、いやいや、 こっちだって考えたら、その侵略戦争に限定されている、全面的にあの戦争っていうのを放棄すべきなんじゃないかっていうふうな考えにつながると。これが学説の対立です。はい。で、ここですね。じゃあ、戦力、戦力を放棄するって書いてあるのかな、えっと、戦力を持たないかな戦力を保持しない。戦力を保持しない。これ、どういう戦力を言うのかっていうと、それを軍隊および有事の際にそれを転嫁しうる程度の実力部隊とすれば、自衛隊は戦力に当たる 一方で、自衛に必要な最小限度の実力を、まあ、超えるだね。超えるものとすれば、自衛隊はそれを超えないわけですね。それと同じということですね自。自衛隊って読んで字のごとく、自衛のための、えー、と軍隊だから、自衛のための実力は超えてませんよっていう解釈すれば、自衛隊は戦力に当たらないということになりますね。 自衛隊が戦力に当たらないっていう解釈をするんだったら、この解釈を取らざるを得ないということになります。続いて、公選権ですね。公戦権に関しては、これは戦争を行う権利とする立場と、えー、先公戦状態に入った場合に、えー、公選国に国際法上を認められる権利とする立場があると。まあ、単純に、あの、争いをするということそのものなのか、いやその、もっと広い意味で、 交戦状態に入ったときに、まあ、あの別に争う以外にその国と同盟したりとかいろいろそういうその争いに対して対抗策があるわけですけども、そういうのを全部ああの含んでいるのかっていう、まあ、その辺の理解の違いもあります。はい、でもこの辺はもう学説の対あ後でちょっと担当問題やるのでそこでも確認したいんですけども、こういうふうに、あのまず学説と判例っていうもののイメージなんですが、 まあ基本的に判例があればそれに従うのが分かりやすくていいですよね。それは司法試験では基本的なスタンスでいいと思うんですけども、あの別にじゃあ、憲法9条をなんか判例で争うことってそんなないじゃないですか、普通に考えて。皆さん普段生きていて、いや、これ憲法9条の話じゃないかって思って裁判を訴えるってあんまないと思うんで、だから判例がないところでやっぱりこう参考になるのが学説なわけですよね。だから私のイメージでは、判例っていうものがあれば判例を参考にして、判例がないときにそれを補完する意味で。 順序としては条文があって、条文の解釈で判例があれば判例に従うのがいいと思うし、判例がないんだったらじゃあ学説を参考にしようか。でもやっぱ学説って、判例って、まあ要するに最高裁っていくしかないわけだから、最高裁の結論が分かれてるとか意味不明だから、それで決まるんだけども、判例がない場合は学説で学者って何人もいるから見解が分かれちゃうんですよね。だからまあ判例がないとこういうめんどくさい話になっちゃうんだけども、まあそれはしょうがないよねっていうことなんで。 えーまあ、こういうふうな学説があるということは、担当対策として押さえていただければ、論文で出ることはほとんどないので、担当対策になります。で、ただですね、あの学説あ、判例が全くないわけじゃなくて、有名な判例、砂川判例っていう、えー、砂川事件っていう、すごく有名な判例があって、ちょっとこの中身見ていきたいと思います。はいえー、憲法9条は いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれにより、我が国の主権国としての持つ固有の自衛権は何ら否定されるものではなく、我が国、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないんだ。そして、憲法9条2項において、戦力の不保持を規定したのは、我が国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となって、これに指揮権、管理権を行使することにより、道場1項において、 永久に放棄することを定めた、いわゆる侵略戦争。だから、侵略戦争って考えてますね。あの、ここだけ見るとね。あの、一行が放棄しているのは侵略戦争だと。ごときないようにするためであると返するのを相当とする。従って、道場二行が、いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、はい、ここは別として、ここはまあ判例は明らかにしてないと。道場行がその保持を禁止した戦力とは、我が国の、ここですね、戦力とは何か、まあ、覚えなくていいよ。覚えなくていいけども、判例の ところに重要なところを線引にておくと、この保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となって、これに指揮権、管理権を行使しうる戦力を言うと。で、結局これ何言いたいかっていうと、日本って、とある国の部隊が国内にいるでしょ、ご存知の通り。まあ、アメリカの,、ね、あの基地とかがあるわけです、日本の国内に。 であれって、そもそも憲法9条2項に反してないのって考えるとどうですかだって、自衛隊は、少なくとも自衛隊はあの自衛の限度を超えないっていうふうに考えたら、自衛隊はこれ、戦力に当たらないって考えられるわけでしょ、うん、自衛隊が戦力に当たらないのは何でかっていうと、自衛の限度を超えてないからです。あじゃあ、自衛隊は戦力じゃないから、別に国が自衛隊を持ってても憲法9条2項違反じゃないなっていう理屈はすごく分かりやすいと思うんですよね。じゃあ 米軍ってどうですか米軍ってどう考えたって戦力でしょ、うん、世界最強でしょだって <laughs> 米国が戦力じゃなかったらもうこの国のどの部隊もあの戦力じゃないよね。<laughs> それぐらい世界最強の軍隊がいるわけでそれってどう考えた戦力じゃんか日本にあの米軍いるけどこれ剣膜規と違反でしょってなったら判例だからこの辺の判例のテクニカル分かりますいやいやここで言う戦力っていうのは日本国が 指揮管理する戦力を言ってるんで、あれはアメリカが指揮管理してるわけですから、アメリカの軍隊が日本にいても、それはここでいう戦力には当たらないんですよ、だから憲法9条2項に違反してないんですよっていう判例なわけです。 上手だよね。<laughs> すごく上手に解決してくれましたね。日米問題よね。はい。ということで、えー、こういうことで結局我が国の、えー、と戦力を指し、外国の軍隊はたとえこれは、これも大事な結論ですよね。外国の軍隊はたとえそれが我が国に駐留するとしても、ここにいる戦力には該当しないと。はい、よかった。よかったというか、なんていうか、うん。一応これで、まあ、あの、丸く収まりますよね。こう考えることでね。はい。 でちょっとじゃ参考問題見てみましょう。これね、あのやっぱり憲法9条絡み担当であの難しい問題出るんですよね。うん、ちょっと見ていくと、えー、次の A の丸1よ丸2は憲法9条1項についての見解であり、えー、B の丸3よ丸4は道場2項についての見解であると。また次、中から上までの確率はその見解を組み合わせた場合に、憲法9条による戦争放棄の範囲がどの程度、どのように規決されるかを述べたものなんですよ。つまり、1項の理解と2項の理解で、 あの憲法9条1項にはこんな考え方とこんな方があって、2項はこんな考え方とこんな考え方があると。でそれぞれを組み合わせると、じゃあ結局、どんな戦争ができるのか、どんなことまでできるのかっていうのが、その1項と2項の掛け算で決まるんですね。それを理解するので、理解するためのちょっと問題を取り上げました。はい。えまずだから1項の話、1項に2つの立場があります。まずは 1個は戦争と武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決するための手段として放棄したものであり、自衛目的によるものは放棄してないと。だからまあ国際紛争は侵略戦争だから自衛は OK だよと。で2番目、およそ戦争とは全て国際紛争を解決する手段として行われるものだであり、その目的の以下をかかわらず戦争と武力による威嚇または武力の行使は1個により一切放棄されているって考えるとね。と あの国際紛争の解決の手段っていうのは、もう別に侵略戦争に限られずに、もうありとあらゆる戦争を指してるよっていうのが2つ目の解釈です。でつまり、次に2項の解釈。2項の解釈として、全項の目的を達成するためとは、第1項による戦争放棄の目的を達成するのことであり、2項はそのための戦力を保持していると。 だから1項による戦争放棄の目的ってことなんで、えーと、それが侵略戦争っていう意味だとすると、侵略戦争のための戦力は禁止されているけども、侵略戦争じゃないあの戦力は保持できると。自衛のための戦力保持できるんだったら、自衛隊 OK っていうことになるわけだったね。4つ目、全項の目的を達するためとは、戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すものであって、2項は一切の戦力の保持を禁止したものだってなる。 はい、この組み合わせ見ていきましょうあ。1および2の見解を前提とすると、1っていうのは何でしたかっていうと、自衛は OK だよ、ね、自衛は OK だよっていうのを1個でやって、で2個の方で1と3だから、えっと、その1個で放棄されてる戦争の、えっと、戦力はだめ。 ってことは逆に言うと、自衛の戦争は放棄されてないから、自衛の戦力は OK って考えると、ね、自衛のための戦争は認められるから、そのための戦力の保持は許される。これ、丸ですよね。そうなんですよねもし、この今聞いてる方で、9条の勉強初めてされた方っていうのは、すごく難しい話をしてるなって思われてると思うんですけども、まあ、あの、 いきなり憲法の過去問やってるので、それはしょうがないですね。ただ、あのー、何ていうのかな。これはもう、あの何回もべ繰り返し勉強していただくっていうことを想定しているので、あの今日の講義1回で理解する必要はないんだけども、一応、おおむねこういう構造なんですよ。1項と2項のその組み合わせで結論が変わるんだよと。学説の組み合わせでね。で、い、見ていくと、1および4の見解を前提とすると、一切の戦力の保持が禁止される結果として、自衛のための戦争も放棄されると。で、見ると、 1>, まあ、1は一緒だよね1は自衛のための戦争って言ってるんだけども、ここで2項を4で考えるんです。2項を4番に考えたら、この戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すんだと考えたら、別に自衛とか自衛じゃないとか関係なく放棄されてるって考えるから、一切の戦力の保持を禁止したと言えるってことで、だから自衛のための戦,力戦争も放棄されるですね。だから、e、イは丸ですね。い、e、は丸なんですよ。 で次、うです。2および4の見解を前提とすると、侵略戦争はもとより自衛のための戦争も認められず、そのための戦力も、保持も一切許されないと。まあまあ、そ,そうですね。2、はいえー、を見ると、まあもうありとあらゆるあのもう戦争がダメだって言ってるわけですね。で、それでしかもダメ押しで4でしょ。うん、えー、っと、もう4でもその同じようにもう一切の戦争がダメだって言ってるわけなんで、まあもう一切ダメだってなってるわけだから、これはもう丸ですよ。 これ、あのー、1なんですよ、正解。でね、これは意地悪な問題だよねって思います。あのー、っていうのも、え、これ全部丸なのってやっぱりちょっと疑っちゃうよね。あのー、でも全部丸なこともあるんですよ。これって、この点のパターンよくあるんですよ。よくある。このパターンの問題多いんですよ、小試験ああいう丸抜を選ばせて、なんか解くんで、その1と8って選ぶ勇気はあんま起きないんだけど、まあ、たまに出るので、まあ、しょうがない、ね。うん、まあ一応、これの答えは1番。全部丸。 ちょっと意地悪なんだよね。だけど全部丸なんですということになります。はいえー、続いて、えー、法の支配ですね。えー、これもまあ、あのちょくちょく、ちょくちょくではないかな、まあ。たまに担当に出ますよっていう感じですが、えー、これはもそんなに難しくないです。あの法治す義と法の支配の一つの違いを理解してくださいと。で、司法は、独立した裁判所により法律を適用、あ、そうか。独立した裁判所により法律を適用して行われ、行政は法律に基づき、えー、法律を運用していくんだという原則。 行政ってさっきあったように、あのー、今やっぱりその行政っていうのはき、県の権能が拡大してますよね。やっぱり行政なしで国は運営できないと。だけども、その行政っていうのも基本的には、えー、ちゃんと法律にのっとって、法律に根拠がないことは行政できませんから、法律に根拠がある、法律に基づいて行政っていうのは活動してるわけですよね。えー、ですので、まあそ、それを定めてるのが法治主義だということになる。ここで注意してほしいのが、その法律があどんな法律でもですよ。 いい、えー、いいんですよ法法治主義っていうのは法律のはは律中身は問わない、うん、だから、えっと、ここに書いてあるように、法律によってあの国民の権利、自由を制限する危険性を持ちますよ。であ、よくある例えなので、ちょっとここで紹介しておくと、あのナチスがそうですよねそうですえ。なんでナチスがそうかっていうと、まあ、あのユダヤ人はなんかね、抹殺しろみたいな感じの思想だよね。でそれってあの、法律でそういうふうに作ったら、それによって、 警察とか動けるんでしょユダヤ人見つけたら逮捕できるんだよねうん。そういう法律があれば。それって、法に基づいた行政執行だよね警察という行政機関が、あの、国の作った法律、例えばユダヤ人を逮捕せよっていう条文、えー、法律があれば、それに基づいて、法に基づいて行政執行してるだけだから、えー、法治主義ですで。それはもちろん、今の日本でそんなことやっちゃうと、当然憲法違反なんだけども、それは、あの、法律の内容っていうのを、 法律の良し悪しを問わずに、とにかく法に従ってさえいればいいという意味では、これは法治主義ですよね。で一方で、法の支配、これ何かというと、えー、先端的な国家権力の支配を排斥し、まあ、人の支配を排斥するということです。人ではなく法で支配するんだと。だから、権力を法で拘束することによって、国民の権利、自由を擁護することを目的とする原理のことで、これはえ憲法によって立法が、そもそも立法が拘束されているというのがもうあの全然違うよね。 さらに法の内容の適正も要求されますと。つまり、法に基づけば何でもいい。はいあの。ユダヤ人を捕まえるっていう法があります。だからそれに基づいて捕まえればいいんだじゃなくて、そもそも、いやいや。立法の段階でユダヤ人を捕まえるっていう、その法がダメだよと。うん。法律が、立法が制限されるっていうところが違いですね。で、これって、僕、すごいこ、あの担当でこの区別が問われるので覚えてほしいんだけども、 もう100%区別できる人はいいんですけども、これ、ごっちゃになりませんなんか、法治主義がこっちだっけ法の支配がこっちだっけってなりませんだから、私の提案なんですけども、法治主義の地はナチスの地と覚えたらどうですかって。そうすると、あれ、どっちが法治主義だっけどっちが法の支配だっけってなったときに、あナチスの方が法の支配かと。で、地,地でつながってるからね。法治の地はナチスの地って覚えると、あじゃあ、あ担当で来たときに、 あその法律の内容は問わないっていう、あこれは法治主義の方だ、そうじゃなければ法の支配の方だっていうふうにあのここ判断できるじゃないですか。だからあの、内容を理解するのも大事なんだけども、担当っていうのはその暗記してどっちか判断しなきゃいけないので、その覚えるときに、もし忘れたときに思い出すきっかけを作るっていうのは、めちゃくちゃ勉強で大事なことだと思うので、そ各自、なんていうのかな、あのここちょっと自分ややこしいわっていうところは、なんかいい方法で覚えるといいと思うんですよね。あの 上白石萌音さんと上白石萌カさんっていうじゃないですかあ。みんな知ってる有名なタレントさんだと思うんですけども、あのお二人って姉妹じゃないですか。で、ただ、あれ、どっちが姉でどっちが妹だっけって悩むときないですか。あれ、すごくやっぱり難しいんですよね。あの多くの国民がこれで悩んでると思うんですけども、あの二人をどうやって見極めるかってなった時に、すごくね、いい覚え方を私、人から聞いて、上白石萌音の根はお姉さんの根だ。 これで私も永遠にこれ間違えないなと思って、すごくいい覚え方だなと思ったので、それと同じですね。ナチスの地は法治の地って覚えていただければ、区別ができると。これもありとあらゆるところであの自分なりに考えてやっていけば、ちょっと司法試験楽になるかなと思います。では、えー、続いて参考問題ですね。これまさに法の支配について問われている問題なんですが、えー、法の支配の原理に関する次のからうまでの各技術について、それぞれ正しい問題、正しい場合は1、間違っている場合は2を選びなさい。えー、1番、あ、あ、 えー、法の支配は人による支配を排斥し、権力を法で拘束することによって国民の権利自由を保障することを目的とする原理であると。これ丸ですね。はい。まさにその通りですよと、うん。権力を法で拘束するんだと。続いて、い、法の支配は法律による行政の原理を意味するのであって、えー、その法律自体の内容は問わない原理である。と。これどうですかうん。これツなんですよね。 これ、法の内容は問わない、これはまさに、えー、法治主義の話をしてますそう。こういう問われ方をするんですよ。だから、法治主義と法の支配をこう混ぜてくるんで、あれ、どっちだっけってなったときに困るんですよね。だから、覚え方を作っておくといいんですよね。 日本国憲法も憲法の最高法規制、基本的人権の保障、特別裁判所の設置の禁止、そして裁判所による違憲、立法審査権等からして、法の支配の原理で立脚している。これはもう丸です。日本国憲法はちゃんと法の支配、つまり法の内容っていうのを大事だと。まあ、特に日本国、基本的人権の保障がありますからね、人は皆平等だとか、そういったちゃんと人権を守る規定があるから、これはもう。 それに立法も拘束されますから、先見たね、あの憲法の最高法規制、憲法に反する法律無効だとかね、だから、えー、これは問題なく、えー、日本国憲法は法の支配に立脚しています。ということで、1、2、1というのが答えになってくるわけですね。では続いていきます。 憲法の持続と変動ということで、憲法改正の問題いきましょう。はいえー、憲法改正ですね、えー、憲法96条1項、この憲法の改正は、さっき言ったように、憲法って改正できないわけじゃないんだけども、改正のルールやハードルが高いんですよね。だから公正憲法なんですけども、日本国憲法は。えー、そ改正の仕方ここに書いてます、96条1項。この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2条です。 これ担当用に覚えてほしいのは、この総議員の、まあ各,議員ね、各議員の、総議員の3分の2以上。衆議院じゃないよ、参議院じゃないよ、各議員だよってことですね。3分の2以上。で、国会がこれを発議し、でそれで初めて国会から発議されて、で次にね、えー、さらに国民,のあの国民の承認もいるんですよね。 で国民に提案してその承認を経なければならない。その、この承認には、特別の国民投票、または国会の定める選挙の際行われる投票において、ここも一応担当用で覚えてほしい。その過半数の賛成。3分の2と過半数、これもこちらにならないようにしてください。国民が過半数で、えっ、ー、と、議員の方は3分の2です。 で、ここで、あのー、鋭い人っていうのが、すごく文言に鋭い人はですね、この2つのところ、これ曖昧じゃねって気づあの感じるんですよね。それは、ここと、ここなんですよ。総議員って何その過半数って何ちょっとこれ見てみましょうか。レックのテキストの26ページあたりですね。まず、じゃあ、総議員のことこか行いきましょう。 総議員の意味について争いがある、26ページですけども、これが、これね、法定の議員数だと、あの衆議院、参議院、それぞれ何人だっていうふうに、あのー、決まってるわけですよね。その議員の法定された数なんだという説と、えー、議員定数から欠員、いない人を差し引いて、現に在職する議員の総数と考える説と一応争いがあります。 うんまあ、それ争いがあるんだ程度でいいです。はい、この辺、深く問われるってことはあんまないので,で。もう一つは、えっと、ここですね。その。うん、これは、これ結構、こっちはなんかこうイメージ、まあ、気づきにくいけど、こっちは割とすっと気づきませんかん国民の過半数って何じゃあ今、1億2000万人ぐらいいるとして、6000万人以上いるってことが有効で投票しなきゃいけないってことみたいな、どこまでの過半数ですかってなるでしょう うん、でそれは争いがあるわけだけども、これはあの法律があります。はいえー、それはここですね、えー、憲法改正が成立するためには、その過半数の賛成が必要とするが、過半数の基準をいかに解するか、えー、争いがあった。で、有権者総数を基準とする説、投票総数を基準とする説、有効投票数を基準とする説が対立していたが、2007年5月14日に成立した日本国憲法の改正手続きに関する法律案においては、 有効投票総数を基準とする説が採用されています。これ、もろにこのダイレクトにこの知識を担当で問われた時がありました。あのうん、法律はどの立場ですかみたいな、ざ、まあ、っくりとそんな問題、法律はこの立場ですみたいな、もろ問われてたので、それってこの法律知らなかったら解けない担当だったので、一応これだけあのそういう担当問題出るんだなということで、ちょっとあのご記憶いただければと思います。 では、えー、続いてですね、えー、じゃあ実際にはこの憲法によって、あこのけん96条によって、憲法の改正のハードルが満たされましたと、改正 OK ですよってなった時に、じゃあ、どんな改正してもいいのっていう、さっき言ったみたいに、まああのまあ、ユダヤ人を捕まえるんだみたいな、そんなね、良くない法律にしちゃってもいいの憲法ってどこまで変えれるのっていう、えー、その話が次の論点です。 憲法の改正の手続きに従えば、いかなる内容の改正も行うことができるのかは、争いがあると。1、無限定説、これも単純にですね、どんな改正でもいいよ、96条を満たせば、別にどんな内容の憲法にしたっても問題ないというのが無限定説。2番、法論理的、憲法内在的限界説、これはですね、憲法改正権は、法理憲法により与えられているわけですね。 で憲法の基礎となっている憲法を、えー、制定権力、制定権を排除することができないと。これ、のことを言ってるかっていうと、あの憲法っていうのは、この政,政権権。憲法ってなんで成立してるのかっていうと、それは国民主権なんですね。これは国民主権を表しているんですね。政権権っていうのは。つまり、我々国民が憲法を制定しているんですよ。 だから国民の過半数を取れって言ってるんだよね。そうつまり国民によって、我々国民によって、えー、と制定されてる憲法を、じゃあ国民主権を排除できんのかって話です。それはさすがに憲法の理屈としてきつくないっていう、つまり憲法の力で憲法を変えるんでしょ憲法の条文を使って憲法を変えるから、憲法を変えるのは憲法の力なんですよ。で、その憲法の力っていうのは国民に基づいてるんですよ。 じゃあその国民主権を排除するようなものを国民の力でやるって、矛盾してないっていうのがこの2番の立場。で3番目はですね、えー、自然法論的限界説、えー。憲法改正は、えー、憲,憲法制定権力をも拘束する、えー、根本原理を前提としており、その根本原理を、えー、変更することができない。この根本原理って何かあ根、根本規範。根本規範って何かっていうと、えー、人権、 宣言言の基本原則なんて,言われてますこれ、そもそもの根本規範でしょと。人権という根本規範。この基本ですね。もう少し詳しく書くと。人間は生まれながらにして、 自由であり、平等であると。これってもう人権宣言の根本原則、基本原則なんだけども、いや、この原則に反するような憲法の改正は許されないんだと。人間の平等を奪うような、人間の自由を奪うような。えっ、ー、と、警察官は、えっ、ー、と、なんか、ムカついたら人を逮捕してもいいみたいな憲法にするとか、だめなんですよ。憲法でそんな条文作るとか、だめだよっていう。人間の自由奪ってるよね、それっていうような、まあ、そんなニュアンスですね。 人口が増えすぎて困ったから、もう人間は50歳になったら死刑にするみたいな憲法を作れるか、ちょっと作れないよっていうことですね。まあそんな感じ。まあ一応まあこういうふうに立場がある。まあこの辺で、ね、あの担当とかでも、あの、まあちょくちょく聞かれるところなので、この憲法の改正のこの学説の争いっていうのは担当対策としては、あの、覚えておいていただきたいなと思いますね。あの、ここで、あの、 ここでの解説はここまでにしますけども、一応さらにあのじっくり読みたい人は、この27ページ、レクの27ページにこの憲法改正の限界というテーマでいろいろ書いてますから、まあ、あの気になる方はちょっとこれを後で読むようにしておくといいと思います。で続いて憲法保障。この辺はそこまで出ないですね、うんえーと。憲法を守るってことですね、憲法保障なので、どういうことかというと抵抗権。 国家権力が人間の尊厳を犯す重大な不法を行った場合に、国民が自ら権利自由を守り、人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実態法上の義務を拒否する抵抗,抵抗行為のことです。まあ、日本でそんなこと起きるなんて想定できませんので、まあ、そういう権利があるよと。うん、つまりあの、抵抗権の規定っていうのは、それ憲法の名分にはありません。 うん、でただあの、憲法12条が基本的人権を普段の努力によって保持する責務を国民に課しているのは、その趣旨の表れであると返しうる、えー。12条、ちょっと見とこうかな。憲法12条、こちらなんですが、はい、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の普段の努力によってこれを保持しなければならない。そうそう、あのこれ結構特殊な,なんか構造になってて。 まああのー、国民にこうど保持しろと <laughs>、うん、国民に、我々が持ってるその国民の、なんていうの、あの我々が持ってる自由、権利、それをあんたら頑張って保持しろよって言ってるんですよね。それはつまり、それを奪われるような状態が起きたら、頑張って抵抗しろってことを指していると考えれば、その抵抗権という言葉のなんかこの憲法上の位置づけがちょっとしっくりくるんじゃないかなと思いますね。うん 次、えっと、国家緊急権で。これは戦争内乱、強行大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、えー、国家の存立を維持するため、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して、非常措置を取る権限とかって、えー、あるわけですねそうで。抵抗権は国民が主体であるのに対し、えー、国家緊急権は、 あ国家が主体となるこれはだから抵抗権って国民が頑張ってあの抵抗しろと。で、これは国家が国家の緊急事態においてその、えー、の対,対策しろっていうことなんですね。す法律がなければあの、やっぱ国っていうのは法律で基づいて動くんだけども、なんかものすごいあの緊急事態が起きたときですよ。そそれこそなんか シン・ゴジラかなんかで、ゴジラが出てきたときに、なんか、こんな話出てきたような気もなんとなくしないではない、ちょっとごめん、シン・ゴジラの話を正確に私、覚えてないんだけども、イメージその中に、ゴジラが出てきて、それはなんかこう、そんなときに、じゃあ、ゴジラに対して、こういう対策取れるのかどうかって、で、ゴジラが出てきたことを想定した法律なんかないわけですよね、当然ながら。そんなときに、法律がないけども、もうこれをやるしかないってなったときに、それができますよっていうのが国家緊急権だと思っていただければ、つまり、あのなかなか現実的に想定されませんから、そういったもんだなって思っていただければいいかと思います。 で、続いて、違憲審査権ですね。違憲審査制。これはまあ大事な概念なんですね。あの、最高裁判所は、一切の法律、あ命令、規則、または処分が、憲法に適合するかしないかを決定する、権限を有する、えー、と、終身裁判所であると。いうふうに書いてますが、えっ、ー、と、これね、えー、何を指しているのかっていうと、まあ、その裁判所が決めるんだと。 いうことですねつまり、さっきの事例であったように、事例っていうか、さっき私が話したように、なんかこの法律は憲法に反してるんじゃないかってこう誰かが感じるわけですよ。そしたら裁判所に訴えるんだよね。そしたら、その最終的に判断するのはまあ最高裁判所なんです。うんまあ、法律とか処分とかね、A 法律とか B 処分とかっていうのが憲法に合致するかどうかって、国が判断するわけないんですよ。それ国が判断するってわけわかんないの分かります えつまり国に対して抗うんだよね、普通ね、国にこんなことされた、でそれはく、その国のこ,んなこういう処分、こういう法律は、憲法に反してるだろうってことは、その国と独立したあの三権分立でね、あの独立している司法機関である裁判所に対して、この国の処分はおかしいんだっていうふうに、行政とか立法に対して文句を言うのは、それはもう司法の役割ですから、その役割を担うのは、つまり憲法に合ってるかどうかを判断するのは、国でも行政、まだ。 立法,で立法府でも行政でもなく、最高裁判所、司法なんだということを明記しているというわけです。はい、でただし、ですねあ司法っていうのは、あのー、そういうあの必要以上にその立法とか行政にあの関与するべきものではないので、このこ,こ大事ですねあの、最高裁判所に与えられた権限は、具体的な訴訟を前提として、その解決に必要な限りでのみ。 意見審査を行う権限に留まるとる付随的意見審査制のことを言ってるんですけども、どういうことかっていうとあの、例えば、逮捕されました、何かの罪で逮捕されましたってなったときに、まあ、その逮捕の根拠となっている条文とかっていうのが、いや、こんな条文おかしいぞ、こんな条文はあの憲法に反してるんだって言って、まああの、無罪を主張するじゃないですか。その時に その条文が憲法に反するかどうかを判断するまでもなく、例えば、あれよくよく考えたら、あなた、犯人じゃないねと。真犯人他にいるねってなった時って、もうその法律が憲法に反してるか、反してないかなって考えなくても、あなた無罪じゃんってなるでしょ。憲法判断いらないよね。その時は憲法判断しないんですよ。い、う、や、ん、いやいや、あなた無罪、そもそも無罪、あなた犯人じゃないし、犯人他にいるしみたいな、証拠ないしとかで無罪に。それはいくらあの本人が憲法に反する犯 ということを裁判所に判断してくれって言ってもそれ別に今回関係ないから憲法判断しませんよってなるんですね。つまり憲法判断っていうのは誰かが権利を主張したりするときに必要な限度でしか行いません憲法判断しなくても結論が出るときは憲法判断しませんこれはちょっとだけ大事な知識ね では続いていきましょう。続いてはですね、えー、日本国憲法の成立過程です。で、えーっとまあ、こういうふうな過程ですね、えー、っと憲法成立ですね、えーポツダム宣言、ポツダム宣言を受諾して、つまり、あ、第2次世界大戦がポツダム宣言を受諾して、でマッカーサーっていうね GHQ の人が、まあ、その憲法の草案を作って、 で、それに基づいて憲法が交付されて、憲法が施行されました。こういう順番ですね。これも別に書かなくていいけども、当たり前というか常識ですが、交付された日、これが、えー、ありがたい祝日文化の日で、憲法が施行された日が、これがありがたい祝日憲法記念日ですね。憲法の記念日って、祝日って2つもあるんですよね。そう考えたらいかに憲法っていうのが大事なものかっていうのが分かるかと思いますが。はい。ということで、まあ、こうやって憲法ができましたと。 でここで問題になるのが、この憲法できたのはいいんだけども、その憲法ができる過程をめぐって、あの学説の争いというか、いろんな説があって、それは何かっていうと、あの主権者の変更なんですね。で、さっき見た、さっき見てもらうとですね、これ、近定憲法と民定憲法だっ,ったでしょ。これ、対立だよね。うん、あの君主が定める憲法と、君主によって。 作作らられれたた憲憲法法と民によよって作られた憲法真逆だよねこれ真逆なんですね、これねもともと日本国憲法って明治憲法っていうのがあって、それを改正して日本国憲法になったんだけども、その時にあに内容的には国民主権、つまりその君主による憲法からあの国民による憲法にガラッと変わっちゃったんですよ。これってもう改正って言わなくないみたいな。うん これ別物になってない改正、イメージっていうと、その普通のその、なんていうのあの、縦型の洗濯機あるじゃないですか。縦型の洗濯機は壊れちゃったらちょっと修理してって言って修理出して帰ってきたらドラム式になってましたみたいな。え、この別物じゃねみたいな。それぐらいめっちゃ違う。根本が違うよねと。縦型の洗濯機とドラム型って根本的に違うでしょイメージとしてね。だからそれぐらい、あれこれ、改正じゃなくて別の憲法を作ってません、うん、っていう、あの、議論があるんですよ。 でこれはいろんなこう理由付けがあって、まあ、一番有名なあの8月革命説っていうのを押さえてほしいんですけども、日本のこのポツダム宣言自諾、これによってですね、まず天皇主権から国民主権への変更が生じて、で日本国憲法は、この新たな主権者による新憲法制定なんですよ。つまり、ポツダム宣言自諾によって元々憲法、もともと天皇の主権から国民主権にここで変わりましたと。だから、その国民主権による新たな 新たな主権者による新憲法制定なんだけども、便宜上改正の手続きがこのポツダム宣言が8月だから8月革命。うん、これは、まあ、あのよく理由付けで,なんです、この憲法おかしくないかと、うん。おかしいんだけども、まあ、一応こういう過程で便宜上改正になってるんだよと。うん、一応改正の対、改正の対、 あの体裁なんですよ。改正の体裁取ってるんですよね。うん、でそれを理由づけるのに、8月革命っていうのを唱えてる人がいて、まあまあ、あそれがたまに聞かれるので、ちょっと押さえておいてねっていう話です。で、連勝問題ちょっと見,見ますね、うんで。日本国憲法成立の法理に関する次のアからウまでの各技術について、それぞれ正しい場合は1を、えー、誤っている場合は2を選びなさいと。 あ、憲法改正無限、んあ、そう、憲法改正です。け憲法改正無限解論を前提にして、日本国憲法は、大日本帝国憲法の憲法改正として、有効に成立したものであると主張する説があると。はい、憲法改正無限解論、さっきちょっとやりましたが、これですね。あの、憲法改正に限界はないと考えたら、この改正権、あの、政権説あ、政、これ読みにくいんだよな。政権、政権権か。 政権権ね。政権権を変えることもできるってことだから、別に国民主権とか天皇主権とか、それをもう無視して変えることができるっていうのが、まる一説だから、まあ、それだったら別に、大日本帝国憲法から日本国憲法にも変えることは OK だよね、と。でそう、この説に対して、これ批判と言えるかどうかね。この説に対しては、社会が変転する場合には、法もその社会の変展に伴って変わるということが法の本質である。との批判がなされている。これ正しいですか あの序盤は正しいです。別に、これは。問題はここです。ここに書いてあることが、これの批判と言えるかどうかです。で、結論を言うと、これ正しくないです。なぜなら、ここに書いてあることは、この批判ではなくて、逆です。根拠です。で、根拠になるっていうと、読みやすくなって、 つまり、社会が変転する場合、つまり、ポツダム宣言を自宅して、社会が大きく変わったと、まあポ。ポツダム宣言自宅って言わなくていいかそれ8月目っぽくなっちゃうから、なんていうか、まあ、それあの戦争とかを経て、いろいろ変わっていってあ、社会が変わりましたと。で天皇主権という考え方から社会があの変わっていったと。それによって法律も変わる。ことは普通でしょと。だから、そういう改正もできるよねっていう。 変わるのが法の本質だから、そういう改正も別に問題なくできるでしょということが根拠なので、これ真逆なんですね。これ、ツですね。い日本のポツダム宣言受諾によって、天皇試験から国民主権への変更が生じ、日本国憲法はこの新たな主権者による新たな主権者っていうのは国民、ね、による新憲法を制定であるとする主張があると。でこの説に対しては ポツダム宣言は日本に直ちに国民主権の採用を要求したものではないとの批判があると。でこれ成り立つかどうかね、いやここも一緒ですね。このいやポツダム宣言って、日本に直ちに国民主権を採用したものじゃないよねっていうのが、この批判になってるか。これはなってますね。めちゃめちゃなってるよね。これまさに批判ですよねいや。ポツダム宣言で国民主権に変わったんだっていう立場に対して、いや、ポツダム宣言で国民主権になったとは言い切れないよね。批判になってる。だからまあです。 国家の自主性が失われていた占領下において成立した日本国憲法は無効であると主張する説がある。まあ、GHK に占領されてたということですかねで。この説に対しては、ポツダム宣言幸福文書に従った占領軍の要求は国際上、えー、違法ではなく、また国内で国民による自立機関は存在したと言えるとの批判がある。これが批判かここ、ね、かどうかですよね いや、もう、日本の自主性がなかったんだから、その時に、無理やり作られた憲法なんて無効だって言ってるわけだけども、まあ、任っさそうなんていうぐらいだから、任っ赤さ作ったんですね。うん。いやいやいや、ポツダム宣言、合北宣言に従った占領軍の要求っていうのは別に、それは国際上別に違法じゃないんだよ。で、その時また、国民による自律的判断もあったでしょ。自主性が失われたっていうのに対して、いや、失われてないって言ってるんだから、これまさに批判だよね。これ OK。だから回ると。 ということでなんか丸めっちゃでかくなっちゃった。<laughs> 丸ってことで、えー、211ですかね、はい。こんな担当問題出るんですよ。で、続いてですね、えー、日本国憲法の構造ですね。はい えまずですね、日本国憲法の構成ですけども、えー、まずね、全文と本文からなってます。えー、っと、ここか。この、えー、っと、ここに、えー、日本、今、日本国憲法を写してますけども、これね、あちょっと写りきってないな。はい、これね。はい。で、ここに書いてある、これ。これが全文なんですね。 あのえー、日本国民はなんちゃらかんちゃらとかって、これが全文です。で、その後に、えー、一条って始まってるの、天皇とか書いてある。これがあのいわゆる、まあ、条文の本文ですね。でこういうふうな、えー、と構造なんですよ。で、 あと、一応、上油って書いてあって、まあ、この部分かな。はい。ここに書いてあるのこと。で、これは、あの、憲法の一部ではないというふうにまあ考えられているので、まあ、無視でいいです。だから、あの、ただ、この全文の方はえ、憲法の一部ですって考えられる。そこだけ勘違いしないようにね。まあ、ここから日本国憲法で書いてますから、ここから憲法ですみたいな発想なんですかね。はい。で、じゃあ、この全文って、 法規反省があるのかっていうのも、まあ、よくよく議論になっているわけなんですけども、全、えー、文は日本国憲法という法典名の後に置かれ、さ,さっき見たね、さっきました私が意識したわけじゃないけども、あのうん、日本国憲法の後だよねって、なんか偶然なんだけど、これ、後に置かれていてで、憲法制定の目的や憲法の基本原理を含んでいることから、これは法規反省を有すると。うん だからあの、法律と捉えられます、全文も法律ですと。だから、次,次大事なんだね、全文は日本国憲法という法廷の一部をなし、その改変は憲法改正手続きによらなければならないと。そうだから、全文も憲法だから、全文をもし変えたければ、96条の改正手続きにやならなきゃいけないというのこれは理論上あの、分かりやすい話だよね。 でただし、えー、これもね、ちょっと知識として覚えてほしいのが、全、えー、文は裁判規範とはなりえず、全文を直接の根拠として裁判で争うことはできない。うん、これちょっと難しいんだけど、裁判するときに、例えば、まあ、我々人に、例えば殴られたりなんかするじゃないですか。で、お前殴れよって、お前お,お金払えよって言うじゃないですか。で、お金払う、じゃこれってなんで払お金払えて請求できるんですか 殴られた人が、殴った人のお金を払えて請求できるのはなんですかっていうと、民法709条ですね。民法709条の不法行為による損害賠償請求っていうふうに条文がある、その条文を使って裁判で訴えることができる、これが裁判規範性ですが、あの人にやられたことがこの全文のここに反してるから、それで裁判を起こすってことができるかというと、できない。裁判所で権利を請求する根拠とはならないんです、全文っていうのは。っていうのが、裁判規範にはならないということです。 何のために全文があるのかというと、全文の趣旨を各条文の解釈の指針とすることができる。ぜつまり、我々この、まあ、憲法来るまでいろんな法律やってきたよね。で、法律ってあの解釈がいるじゃないですか。あの書いてあることがあのこう少ないというか,なんかあの、いろんな解釈で取れるから、これってどういう意味だろう例えば94条2項の第三者ってどこまで言うんだろうっていうね。で、あれってあの今まで勉強してきて、何のために 解釈してきたのか逆に言うと何のため、何でこんな解釈が必要な条文なのかって考えたことがあるかっていうと、それはあの決めすぎると逆に不都合なんですよね。わかりますあの社会って変わるわけでしょ。法律作ったけども、それが何年も続く法律で社会も変わっていくわけだよね。ってことは、社会の時代に合わせて解釈も変えることで法律を正しく運用できるので、あの解釈の余地がない法律作っちゃうと、後で大変なのわかるよね。だ逆に言うと、解釈の余地があるように法律って作られてるわけですよ。 だから我々は解釈を勉強するんですよね。で、それはまあいいとする。で、その解釈をするときに、だから法律でも解釈がありきなんですけども、解釈をするときに、全文を参考にして、えー、とここを解釈、こ,こ,こういうふうに解釈しようよとかってその根拠には使えますよっていうことです。はい。まあ、これが一般的な立場。で、まあ、これ反対説なんで、あ細かいんですけども、一方で全文の裁判規範性を認め、本文、各条、つまり、 あの憲法の本文にないものに関しては、全文を適用できるというような立場もあるそうです。えー、じゃあ、ちょっと担当問題やってみましょうか。えー、憲法の意義に関する次の赤からえまでの記述のうち、 えー、正しいものを一間違っているものを2としなさいと、えー。日本国憲法全文は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理を明らかにしており、えー、憲法の、えー、一部を出すものであって、えー、当該規定を根拠に,裁判,に裁判所に救済を求めることができるという意味で、最高裁判所の判例において、裁判規範性が認められている、認められていません、さっき話した通りですね、最後が間違っている。 これは全文,文に裁判規範性はないから罰ですよと、ね。憲法が成文の憲法を指す場合に、形式的意味の憲法と呼ばれるが、この意味の憲法は、その内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかは問わない。うん、それは、まる。形式的意味の憲法ってのはそういうこと。 で、う、えー、国家であれば、えー、っと、権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味で、すべての国家は憲法を持つと言われるが、この場合の憲法は、えー、固有の意味の憲法と言われる。さあ、これ覚えてるかな <laughs>、えー、レジュメの最初の方、えー、忘れた人見返してください。えー、丸か、バツか。まあ、丸、まあ、ですね。レジュメの最初の方を見ましょうか。 固有の意味の憲法は、えー、国家の統治の基本をめぐる、えー、法としての憲法だ。だからいかなる国家にも存在する。これね、これを聞いてた。これもややこしくなるんで、あれ立,立憲と国家どっちだっけってなるから、その国家の基本って意味で、あの、なんだろうな、あの、こ固有の子はなんか国家の子みたいな、なんかもう覚えてもいいかもしれない。 これあんま上手くないけどね。まあそういうことですよ、要するに。なんか、あれ、固有の意味ってどっちだっけって、これ絶対な,ならない。まあ僕はなるんだよ。<laughs> みんなならないんだったらいいんだけど、僕はなるから、そういう時にあの、なんでなるかっていうと、こんなの論文で使わないから、あの、錆びていくんですよ、知識がどんどん。今、今は覚えてるかもしれないけどね。うん。錆びていった時に、その錆びても大丈夫なように、あれ、固有の子って何の子だっけ、あ、国家の子だって思っていれば、この担当の時に、 ある国家であればあるから、すべての国家になる。国家の国家あそれ固有の国家あなるほど。あの、固有の子は国家の子だっていうことで、まるできるっていうね。そんな感じで乗り切っていきましょうということになります。で、えー、えですね。 1789年、フランス人権宣言第16条において、権利の保障が確保されず、権,利の権力の分離が定められていない、えー、社会は、すべて憲法を持つものではない旨が示されているが、えー、この場合の、えー、憲法は、えー、立憲的の意味の憲法、あるいは、えー、近代的意味の憲法と呼ばれる、これは、えー、丸で構いません。こういったものを立憲的意味の憲法とか、近代的意味の憲法とかっていうふうに、近代だからね、時代としてもね。 近代に定められているし、あとは内容としてあの、権力の保障っていうのを目的にしてますから、これは立憲的意味の、権,あ権力、間違えたと、人権の保障ね、権利の保障、人権の保障っていうのを目的としてるから、えー、とあの立憲的意味の憲法だし、1789年だから、近代的な憲法だしっていうことで、これはまあ丸だと,ということですね。 でもう一つ担当問題ですね。えー、憲法全文に関する次の赤から今までに各記述について、それぞれ正しい場合には一を誤っている場合には2を選びなさいと。全、えーえー、文は日本国憲法という法典名の後に置かれているばかりでなく、その内容が憲法制定の目的や憲法の基本原理を含んでいることから、その法的規範性が、 え前任されるこれ、丸ですね。あの法規範性はありますから。全、えー、文は、えー、法律の場合と同じ手続きで改正することができるが、全文に抵触する会規判は憲法98条1項からして理論上排除されることになる。こっちょっと悩ましいね。悩ましいっていうか、難しい問題だと思うんですよ、僕、これ。なんか、丸にしちゃいそうな。 人もいると思うんですけど、これは×で、はっきり罰で×でなんでかというと、ここです。これなんで×か。全文は憲法と同じ手続きで改正しますね。 さっきやりましたよねなので、法律と同じ手続きでは改正できません。ね、なんか民法とか改正するのと同じテンションで全文は変えられないということ。法律ではなく、憲法と同じ手続きで改正します。かこの2文字ですよね。この2文字に気づけるかですよね。ちょっと難しい問題だと思います。ツ 次、全、えー、文第2弾は平和の地に生存する権利を謳っており、最高裁判所はその法規範性を認めている。全、はい、文に法規範性、間違えた、えー、と裁判規範性ね。全文に裁判規範性は認められていませんので、ツ、えー、です。ちなみにあの、最高裁の判例の中で、まあ、一応あの、後で気になる人用に書きますが、平成元年1月6日、 あ間違えた平成元年6月20日の判例がこれに関わっている判例ということで、その中では裁判規範性が認め,ておら認,めて認めていないので、これ、罰になるということで、1 2,、2、2とこういうことですね。ではい、いやまあちょうど時間的にもいいから、ここで休憩しましょうかね。じゃここで休憩して、えっと、2時半まで10分間休憩です。 はい、それでは後半の講義を始めていきます。 えー、ということで、国民主権からやり直,やり直しというか、再開いたします。えー、国民主権ですね、はい、憲法は国民によってあの作られて、国民が主権者なんですけども、えー、主権という言葉の意味があの3つに分かれるんですよ。でこれはあの担当でよく狙われる、狙われるというか聞かれるので、あの覚えてほしいんですけど、まず1つ目が、えー、統治権を指す場合、主権っていうのが統治権を指す場合です。えー、ポツダム宣言発行なんかにこういう言葉があります。 日本国の主権は、これですね、日本国の主権は、本州、北海道、九州なら、なおよび四国並びに、これらの決定する、えー、諸,諸,諸島に、えー、極限せられるべきと書いてますけれども、えー、感じですね。つまり、えーとまあ この範囲で、日本っていう国はこの範囲で日本国っていうのは主権を持ってるんだと。つまりこれって主権って、この範囲で日本っていう国が統治できますよっていう統治の範囲を指しているわけですね。主権ということがね。2つ目が国家権力の最高独立性ですね。えー、自国の主権を維持しと。でこれは全、まあえー、文にこう書いてるんですけど、もうこれはあの他のの 国からあの支配、干渉されずにあの独立しているんだということですね。まず、統治をしてても、まあ、統治をして、自分で統治をして、えー、他の国から独立してますよと。そして、3つ目が、えー、国政の最終決定権、えーと。国の政治に関わることっていうのを最終的に決定すること。で、これは主権が国民に損するとか、主権の損する日本国民とかって、ここでいう主権っていうのはそれ。 もちろんこれをなんか違う、入れ替えたらおかしくなるよね、意味がね。例えば、統治、国民、統治権が国民にあるとかっていうこととか、外国との,あの独立を国民が持ってるとかってことじゃなくて、これは文脈的にあの国の大事な決定を国民がやるんだっていう、そういうニュアンスで使うわけだし、だからこれ、同じ主権という言葉が使われてるんだけども、それぞれ意味の当てはめ方で、あのこう内容変わっちゃうので、ここはあのたまに担当で問われます。 で次が、えっと、国民主権の意味ですね。国民主権というのがあの2つの解釈のされ方があって、この2つが大事なんですよ。これもしっかり覚えてほしいのが、1つ目が権力的景気。どういうことかというとあの、主権者たる国民というのが一体何を指すのかという発想なんですが、えー、これねあの、主権者たる国民を有権者の全体と考える、つまりあの選挙で投票できる人ですね。うん、有権者 を国民と捉えるっていうのを権力的契機なんです。これは有権者としての国民が国政の在り方を最終的に決定する権力を行使する。ということで、まあ、直接民主制と結びつくわけですね。えー、我々一人一人の有権者たちが、まあ、その大事なことを直接決めるんだという、直接民主制につながるわけです。うん、あくまで結びつくというだけで、あの権力的契機、 採用する場合は必ず直接民主制でなければならないっていうわけではありませんので、結びつくっていうのはまあつながりやすいよねっていうことです。二つ目が正当性の契機。これは、えー、主権者たる国民を一切の自然人である国民の総体。だからもう赤ちゃんとかも入れてってことです。選挙できない有権者以外も含めたもうみんなのことだっていうのを正考える方を正当性の契機といって、これは 国家の権力交渉を正当づける究極的な権威は国民に損するんだという考え方。これは代表民主制に近づくわけですで。我々が投票で選んだ政治家とかに委ねるっていうことですね。うん、だからこれは、あのー、赤ちゃんとかが直接その政治を決定するってことはできないわけですから、うんまあ、赤ちゃんとかもここに入れるんだったら、それは代表者を我々が選んで、その代表者にやらせるっていう考え方につながりやすいっていうことなんですね。うん ただし、それはなんでその代表者があの、そういう権限があるかっていうと、それはあの我々国民が選んだからだっていう、そのつまり究極的な権威は国民になるんだけども、まあ、それは、それとは別に代表を選んで、民主制を運営していこうという発想です。まあ、これもね、あのしっかりと区別ですね、これがごっちゃにならないように。まあ、これはまあ,あの、日本語からして明らかで、有権者と考えるこの権利の権を権力的権の権と考えれば、まあ、これはまあ、さすがにこちらになることはあんまりないのかなと。うん いう気がしますでこれも当然担当で狙われやすいからこれがごっちゃにならないようにしてもらいたいという話なんですね。でそういう言ってるそばから担当問題やってみましょうか、はいえー。日本国憲法における試験の概念に関する次のあからえまでの記述について誤っているものを組み合わせを選べと。あ日本国憲法前文には 我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して、えー、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずるというが、ここに言う主権は、国家の統治権を維持する、意味する。これ、続き見れば分かるよね。あの主権を維持し 他国と対等関係に立つと。他国との関係を言ってますよね。統治っていうのはあの、自分で自分の国を治めるっていうことだから、他国との問題ではなく、はい、そうですよね。他国と対等関係という意味での主権の維持だと言ってるわけですから、ここでの主権は、他の国からの独立性を言ってます。ので、ここでの主権は、統治権ではなく独立性のことなんで、ツです。 でいえー、国民主権の意義を、えー、国家が支配権力を、えー、行使する権威のよりどころ、さっき国民権、国家権力の正当性が国民に由来することと関する立場からすると、えー、国民主権の原理は、えー、国家権力の、えー、行使が、えー、全国民のもとで行われるべきことを意味する。はい、これ、あの正当性ということが着目ね、はい。正当性の契機、正当性の契機、こちらですね。 正当性の契機は国民の総体イコール全国民なわけですから、有権者以外も含んだ全国民ですから、えー、これは全国民になる。ここまで OK ですね。<laughs> で今実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない。まあ、ごめんなさい、よかしいんですけども、まあ、一応これ間違ってるとは言えないところなので、一応これはまあ丸になります。 ポツダム宣言の発行には、日本国の主権は、えー、本州とかさっき見たやつだよね。でこれは、えー、日本国憲法を1条に言う主権の意味とは異なるということで、えー、日本国憲法1条を、ね、ちょっと見てみましょうかと。はい、こちら、えー。天皇は日本国の象徴であり、えー、日本国民統合の象徴であって、 この地位は、えー、主権の損する日本国民の総意に基づくと。はい、つまり、主権の損する日本国民。日本国民に主権があるんだけども、それは、ここでいう主権というのはあの、国政の最終決定権の方なんですね。だから、一条の方が国政の最終決定権を指すので、ここでいうポツダム宣言の主権というのは、えー、これはあの、統治ですよね。うん。だから、えっ、ー、と、これは、まあの、罰になりますね。あ、まるでいいのか。異なるだから、まるでいいのか。 異なってるから丸だよ、ね、でえ、日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の指定として表明されたものだという趣旨からすると、えー、と日本国憲法において、えー、少なくとも天皇は国民ではないことは明らかであると、まあ、急に変な問題来ましたけどもあの、天皇が国民ではないっていう、まあ、つまりその国民主権の国民から天皇を外さないと、なんか、 それは天皇にも主権があることになっちゃうんじゃないか。だから、天皇は国民ではないんだっていう発想っていうことですけども、これは諸説あります。なので、明らかではないんですね。諸説あるから。だからこれはツなんで、い、えっとうが正解、誤ってるのの組み合わせだから、あとえがあるか、あとえを選ぶから3が正解ってことになりますね。 こんな感じで主権とは何かとか、こういう問題で出るので、さっきの主権の意味をしっかり覚えておくといいと思います。続いて、えっ、ー、と、国民主権の観念における権力性の契機と正当性の契機に関するからまでの各記述について、理論的に成立するものは一応、成立し難いものには二を選びなさいと。一、えー、国民主権の観念は本来、 君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである、このような経緯を踏まえると、えー、国民主権の担い手は、宗教的なものでは、抽象的なものではないし、えー、特別の資格を持った君主でもないことになると。何を言ってるか分かりにくいとは思うんですけど、あの国民主権というのを、君主主権との対抗関係にあると。 君主と対抗して国民という概念を、えー、考えているということですね。君主ではなく、国民だと。そういう意味での国民というのは抽象的なものでもないし、えー、特別な資格を持った君主でもないということは、理論的に成立するかというと、まあ、これ成立すると言えるので、丸になってくるわけですね。 E、主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者、えー、有権選挙権者の相対を指すと、そうですね、これはあの絶対間違えちゃいけないところで、権力性の契機とくれば有権者だと、さっき言った権力の権は有権者の権と考えればいいよということで、まあ、これは OK。オッケー しかし、国民を有権者と捉えることは必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰決するわけではない、そうなんですねあの、直接民主主義につながりやすいは安いけども、別にそれを採用していると言い切れるわけでもないので、これはまあ丸になりますでう。主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民。 えそうですねこれはさっき見たように、正当性の方は全国民です。はい、国籍保持者の総体を指すと。で、えー、国民を全国民と捉えると、国民主権の原理は、命令的に,に拘束された代表性を要請する。これ、引っかけ問題なんですよね。あの代表制を要請するっていうところに関しては、あそうなんですよ。正当性の契機っていうのは、代表者を選んでっていうこと。で、問題、ここなんですよね。 命令的委任に拘束された。これ、命令的委任っていうのは、どういうことかっていうと、その、特定の選挙母体の訓令っていうふうにまあ考えるんですよ。 その代表、そのとここの選挙で選ばれた人たち。ということは、その選んだ選挙、投票した人たちっていうものによって選ばれてるんだから、その投票した人たちの意見に拘束されるんだっていう発想なんですけども、これはあの正当性の権利とは相反するんですね。そうじゃなくて、正当性の権利っていうのは、特定の選挙母体ではなく、えー、全国民っていう発想なので。この 拘束されないんですよ。代表になったら、全国民の意見を、全国民の、何ていうのかな、えっ、ー、と、ことを考えて行動すればよくて、特定の選挙ボタンの考えに拘束されるっていうことにはならない。ので、う、えー、はばつなんですね。ちょっと難しいんだよね、この辺ね。そう。まあ、こういうふうにあの、だんだん問題難しくなってきてるなって感じもするかもしれませんが、 まあ、それはそうです、ね、あのもう過去問なのでこれもあの入門講座憲法一発目にいきなり過去問やってるので、まあ、それはしょうがないと思うのでまあただあの一部だけでも分かっていただければあの十分かなと思いますまあこういう角度で問題が出るんだと紹介の意味でねあのちょっとああの取り上げてるっていうこともあるので過去問いきなり全部理解してくれってじゃなくてなんか抽象的なこと書いてて分かりにくいからどういう角度で問題出るんだっていうとこういう角度なんだよっていうのが分かっていただければ今後の勉強の参考になるかなと思いますので。 決してここが理解できないからここ、ここを理解するまでなんか勉強を続けるってことではなく、それはもうなんとなくでいいから次進むでいいです。あの本当大事なのはこの後半ですから、あの憲法っていうのは。まあ、前半は前菜みたいなもんだと思ってください。天皇制ですね。はい。これもまあ,あの担当であのちょくちょく出るので、ささっと,えっとやっていきたいなと思うところですが、はい。 え天皇象、象徴天皇制といって、天皇がいるわけですよ、当然日本にはね。だからその天皇っていうのがどういう存在か、まあ、さっき見た一条ですけども、天皇は日本国の象徴なんです。これがもうあの天皇ということをえとなんか表しているわけですね。日本というものを象徴する存在として、天皇っていうの方がいらっしゃると、はいで。日本国民総体の象徴であって、この地位は、えー、主権の存する日本国民の総意に基づくんだということなんですね。えー、で、えー 象徴天皇制の主眼は、天皇が国の象徴たる役割を持つことを強調することにあるというよりも、その裏側で、天皇が国の象徴たる役割以外の役割を持たないことを強調するんだと。あの象徴っていうのは別に何かの役割を持つわけじゃないんですよ。まあ、天皇象徴制でよく一緒,に一緒に言われる言葉が、平和の象徴って言われたらみんな何を思い浮かべますか。平和の象徴って言われたら多くの人は鳩を思い浮かべると思うんですよね。 じゃあ鳩に平和を委ねてるんですかっていうと委ねてないんですよ。そうなんですね。鳩が平和に何か役割を果たすわけじゃなくて、何か平和の象徴って鳩だよねって同じで、えー、日本の象徴って天皇だよね。でも天皇に何か役割を求めてるわけじゃない。ここがミソなんですね。で、まあ、鳩と一緒って意味じゃないよ。そういう人なんかもすごい失礼なこと言ってることになっちゃうから、そうじゃなくて例えとしてこういうふうに何かの天皇に役割を求めるものではないという意味で、あのこの天皇象徴性っていうのが取られてるっていうふうに解釈をしていただけたらいいかなと思います。 でまあ、これもあの細かい判例なんですが、こんな判例がありました。天皇の地位にあった A は吐血して渋滞に陥り、多くの地方公共団体が病気併用見舞いのため、えー、貴重書を設置し、これに公費を支出したと、その天皇をまあこう病気治るようにっていうのお見舞いの意味で、そういう記帳書っていうのを設置して、まああの、地方公共団体が設置するわけだから、その費用って当然、地方公,公共団体持ちじゃないですか。 ね、そうしたときに、その千葉県の住民 X は、当該公,共支出公費支出は違法だと、だからあの A は基調書設置費用を、えー、相当額を不当に利得したとして、地方自治法に基づき、県に代印して、えー、A の相続人である新店の B に対して、不当利得、えー、返還請求の住民訴訟を提起した。 でこの裁判がどういう構造かを押さえ,えていただきたいんですけれども、この裁判というのはあの、つまり天皇に対して不当利得返還請求だから、あの天皇が被告なんですねちょっとあのすぐには理解できないかもしれないんだけれども、天皇が病気になっちゃった、だから天皇を見舞うためにあの、県が公費を出した。で、県を訴えてるわけじゃないんですよ。県は訴えてません。で、それによって、 太取得って民法でやったよね。その、いや、まあ、どういう理屈か知りませんけど、この,この訴えがね。まあ、太取得って言うんだったら、いや本来あんたが負担すべきものを県に代わりに負担させてるんだから、その分あんたは利益得ただろうと。それをちゃんと県に返せっていうことで、あの県に代意してるんです。つまり、県に代意なんで、県にその費用を返せっていう裁判を、県に代わって住民がやったんですね。まあ、そういうふうな規定があの地方自治法にあるからできる。つまり、天皇、 A が死んじゃったってことなんで、まあ、死んじゃったって言っちゃだめなのかな、A が崩御されたって言わなきゃいけないのかな、A が崩御されたので、あの新天皇 B に対して相続人ということでやってるわけですね。はいえー、ということで、これが認められるのかという話なんですけども、えー、これ認められないというのが判例です。えー、天皇は日本国の象徴であり、日本国民総統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばない。まあ、ここだけ覚えておけば OK。天皇には民事裁判権は及ばない。 天皇に対して裁判ができないというのが判例の立場です。はい、なので、従って訴状において天皇被告とする訴えは、その請求訴状を却下すべきという判例があるので、覚えておきましょうと。続いて、えー、行為の継承ですね。天皇は世襲のものであって、国会の議決した公設典範の定めるところにより、これを承継する、はい。天皇は世襲。まあ、これも覚えておきましょう、まあ。担当でたまに出るから覚えておきましょうということです。で天皇の権能 え天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。はい、で、えー、これね、まあ、あの天皇は国に関する行為を行うときは、内閣の言うことに従いましょうということです。なぜなら、さっき言ったように、天皇は象徴であって、天皇が独自の役割を果たすわけじゃないと、それは内閣とかの仕事だから、内閣の助言と承認に基づいて国事に関することを行ってくださいねということです。 で天皇の国事行為の実質的決定権は内閣にありますよと。だから天皇が内閣の助言と証明を拒むことは認められないとされております。4条1項。天皇はこの、えー、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、えー、国政に関する権能を有しない。そうですね、国政に関する権能を持ってません。はい、なので天皇は国政に関する権能を有せず、選挙権、非選挙権はこれ認められてないとされています。天皇が投票することができないということになります。 もちろん、天皇が立候補することもできないですね。42個。天皇が法律の定めるところにより、この国事に関する行為を委任することができる。はいえーまあ、委任できますあの。国事に関する行為をね。で、国事会、えっ、ー、と、この、ちょっと本当、すごい細かい話になっちゃうんですけども、国事行為の委任っていうのも、また国事行為とされてるんですよ。 どういうことかっていうとあの、次の5条をちょっと見てもらいたいんですね。えー、公実天罰の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は <laughs> 天皇の名でその国事に関する行為を行う。でこの場合には、前条を第1項の規定を順用する、ここですね。でまず、摂政って何かっていうと、あの天皇が自ら国事行為を行えない,ないようなときに、えー、そのときに置かれる、えー、法廷代理機関なんですね。 うん、天皇が、日本史とかでそう昔あれなのかな天皇が幼い時に実質的な権力を摂政が持つとか、そんな日本史じゃなかったですか <laughs> なんかあの、だから幼いから天皇が直接あの何かできないから代わりに摂政がいるんですよとか、だったと思うんですね。私あの、高校で日本史を履修してないので、受験科目じゃなかったので、本当に日本史の知識は浅はがで申し訳ないですけど、なんかそんな記憶があるんですよ。それと同じで、まあ、天皇が何かできない時に代わりになるのが摂政だと。 この時に全条の規定を順用するって言ってますね。全条1個です。1個。で、これ見ると、つまり、この国、えー、と、国政、ここですね。つまり、摂政が国事に関する行為を行うと。で、のみですからね。国事に関する行為しか行いません。なった時に、委任。つまり、天皇は誰かにこれを委任できると。じゃあ、天皇の代わりに摂政がつきましたと。じゃあ、摂政は誰かにこれを委任できるのかってなった時に、 4条1項だけを順用してましたよね、5条って。ってことは、2項は委任あ、二項は巡用してないから、摂政は誰かに委任できないのっていうと、それはそれでおかしいじゃないですか。ってことで、そうか、そうすると、どういう解釈を取るかっていうと、この委任っていうのが、えっと、告人に関する行為に含まれるとするんですよ。そしたら、 4条1項だけででで委任できるんですよつまり、摂政は、あ国事に関する行為ができる。で、委任は国事に関する行為である。じゃあ、摂政は国事,に関すあ国事に関する行為として、摂政もまた委任ができるよねというふうになると。そうですね。で、そうすると、国事に関する行為になった場合は、国事に関する行為にはどうなるかというと、国事に関する行為には。 内閣の助言と承認が必要って書いてるから、じゃあ委任も内閣の助言と承認が必要になるよねという論理構成ですよね。わかりますつまり、国事に関する行為に委任も含めると。じゃあ委任は国事に関する行為だから、それは内閣の助言と承認がなきゃいけないねと。だから委任には内閣の助言と承認がいるという結論になってくる。それをまあ2行でまとめたのがこちら。法律解釈って面倒だよね。この2行の行 表現すれば 2, 2行で終わりなんだけども、そこにはそういうステップを踏んだ法律解釈が入っているので、まあ、あのまあ、余裕がある人はこれも覚えておくといいかなというところですね。はい、で、6条、天皇は国,国会の使命に基づいて内閣総理大臣を任命する。2項天皇は内閣の使命に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命するというふうなことがあります。で、これも告示行為とされているので、 えー、内閣の受とと承認を要すするとされています 7, 項あ7条、天皇が、えー、内閣の受験と承認により国民のために左の公邦に関する行為を行う。ずらーっと並んでいますね。えー、憲法改正、法律、政令および条例を交付すること、国会の召集をすること、衆議院を解散すること、国会議員の総選挙の施行を交付すること、国務大臣および法律の定めるその他の管理の任命任命並びに、全権委任状および大使,の大使および公使。 氏の信任状を認証することとか、大社、特殊、減刑、刑の執行の免除および復権を認証すること、栄典を授与すること、批准書およびその法律の定めるその他の外交文書を認証すること、外国の大使および公使を切除すること、儀式を行うことというのがあるわけですね。で、天皇がでこの中にこれでよく聞かれるのが次のお言葉なんですよね。 天皇があの国会の開会式に参列してお言葉とか言うんですよ。あのなんかお話をされるんですね、天皇が。で、あとは外国を公式に訪問したり、まあ、これよくあるよね。逆に日本もね、あのエリザベス女王とかがあの訪問してくれたりするよね。そういうふうに外国に行ったり、外国の君主に来てもらったりとか、まあ、そういうふうな訪問ですよね。こういう行為って、あのー、ここの国事行為ないでしょ。今まで国事行為を行うって書いてたけど、お言葉とか外国訪問とかないじゃん。 ね、じゃあ、あれこれってじゃあ、告知行為じゃないのって、どうするのっていう話なんですね。で じゃあ、指摘行為なんですかと。指摘行為って天皇としての地位と関係なくやってることを指摘行為。もちろん天皇も指摘行為っていうか、例えば、普通に天皇も、あの、な,なんてう、生きてらっしゃると思うので、その、天皇をどう解釈するか、ちょっと、まあい、いろいろあるかもしれませんが、まあ、例えば、朝起きたら多分朝ごはんを食べられるでしょうし、歯を磨かれるでしょうから、そういった行為って別に内閣の助言と称にいるわけないよね。今日朝何食べればいいですかって内閣に聞いたりするわけないから、あーそれも指摘行為なんですね。じゃあ、 国会の開会式に参加してお言葉のメールのこれ、指摘行為なのかと。うん、我々と同じ感覚で、我々がじゃあ、じゃあ、国会の参加して、私も言葉言いたいですわって言って言えるかって言言えないでしょ。うん、じゃあ、それ、指摘行為なのかっていうと、それも違うよねと。じゃあ、何これっていうのが一応問題となってるわけですね。だから、憲法上の評価については争いがあるわけです。でまあ、これはまあ象徴としての行為を捉える見解とかいくつかあるので、まあ、細かいことを気にするというよりは、これに関する担当問題でどんな角度から聞かれているかは、まあ、あ見とけば十分かなと思います。 はい、で続いて8条、皇室に財産を譲り渡し、天皇または,または皇室が財産を譲り受け、もしくは、えー、と包囲をすることは、えー、読み方あってんのが、包囲で、太陽か,かな、ちょっとそうですね、することは、えー、国会の議決に基づかなければならないと。はい、つまり、財産っていうのをあの自由に、ねあのー、こう譲り受けたりすることができないんですね。うん でこれは国会の議決が必要だとで。国会の議決は常に衆議院、参議院の両院の合意を必要とすると言われています。はい、でこういうふうにあの天皇に関するルールというのが定められていますので,で、これ8条までですね、9条からあの平和の話だったから8条まで定められていますよとで。ちょっと担当問題を見てみましょうえ。天皇の国事行為及び内閣の助言と承認に関する次の中かるまでの記述については正しいもの、を間違っているものを選びなさいと。正しいものの1を間違っているものは2を選びなさいと。 1>, 1つ目、告示行為のうち、その行為自体が、えー、名目的、儀礼的なものであっても、天皇は自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない、えー、これそうなんですね、実はこれ、丸なんですね <laughs>、はいあの。天皇は内閣の助言と承認を拒むことが許されないとされています。 それも助言じゃねえじゃないかって日本語としては思うんだけど、まあ、一応そういうふうに解釈されてます。だからこれを丸と考えます。で憲法は、えー、天皇の、えー、無党籍を明、えー、文で規定していないので、内閣の受験と承認のもとで行われた天皇の告示行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得るで。これ実は罰なんですね、まあ。天皇は責任を負いません。さっき条文でいくと、これね、3条を見てもらうと、 天皇の国人に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うって書いてますね。一応まあ、これは天皇は責任を負わないんです。で、この「あ」と「い」は、まあ感覚的にはもう二個一ですよね。つまり、あの天皇って自分で判断できないんだよね、「あ」によると。じゃあ、それに基づいて内閣に言われるがままやんなきゃいけないってなって、内閣に言われるままやって、なんで天皇が責任を取るんだって話になるでしょ。 決定した人が責任を取るんですこれは社会のルールですよね。あなたが判断してやったことはあなたが責任を取るっていうのが世の中のルールだから、天皇が責任を負わされるあの理由がないよね。天皇って自分で判断して、自分でできないんでしょじゃあ絶対内閣が責任を取るって話になるでしょそういう、だから、あとはセットだよねあの。理屈としてはね。んで、う。 国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たな国事行為として法律で定めることを許されると。さあ、これどうでしょう答えはすでに条文にあるわけですね、これは。まあもう、この時点で、ああの条文のあそこの文言からすると、これは答えこうじゃないかって分かってる人は非常に優秀ですが、ヒントを与えると、4条1項ですね。4条1項を見れば、もうこれはもう答えは明らかなわけです。 いいですかえー、天皇はこの憲法の定める国事行為、国事に関する行為のみを行いと書いてますね。憲法に定めるもののみですよと書いてますよね。ってことは、はい、えー、憲法で定める国事行為以外の行為を 他の法律で定めることが許されるわけないね。のみってはっきり書いてるんだから。ということで、これは罰だとなります。はい。えー、続いて。えっ、ー、と、天皇の告知行為に関する次のうち明、明らかに間違っているものの組み合わせを選ぶと。あ、えー、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが、 えー、内閣は、えー、最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を、えー、1回の閣議で行うことができないと。ちょっと難しい問題なんですが、あのまず内閣、えっと、最高裁判所長官の任命の条文を見ましょうか。えー、っと、これかな。はい、内閣の、えー、指名に基づいて、えー、最高裁判所の長官を任命するんだよね。だから内閣は指名するわけですね。そ,のそれとプラス これも告示行為だから、内閣って助言と承認もしなきゃいけないんだよね。だから内閣っていうのが、やる仕事が、えっと、指名と助言承認だよね。内閣は、まず最高裁判所の、えっと、長官を指名し、天皇にそれをに任命させるときに助言承認するんですよ。 それは全部内閣がやるわけですよね。で、それを、一回でできるかできないかっていう話で、これもし覚えておくしかしょうがないよね。これ一回でできます。どういうことかっていうと、整理するとね。えっと、まず、内閣が、えっと、最高、裁判所長官を、 え指名しますよねで。指名ってどうやってやるかっていうと、それは閣議でやるわけです。閣議って何かっていうと、内閣に思決定を決める会議ですよ。内閣の会議と書いて閣議でしょで。内閣って複数で構成されてますよね。一人じゃないよね。 だから、複数で構成してるってことは、じゃあ誰を指名するかっていうのは複数で会議して決めなきゃいけませんよね。一人で決められないから。あの会社の取締役会みたいなもんですよね。取締役、個人じゃなくて、取締役会としてチームで決めるわけだから、チームで決めるためには会議がいります。それを閣議です。だから、誰を指名するかの閣議をします。あとは、助言と承認も内閣がやるって言ってるわけだから、その助言と承認をどうやるかも当然閣議でやるわけですね。内閣が天皇に、 助言と承認を行う閣議、これも当然やらなきゃいけないね。だって会議しないと誰か一人で勝手に決めるわけにいかないでしょ内閣って言ってるんだから。じゃあ、これとこれを1回の閣議でまとめちゃだめなのっていうのが、あの問題で、これは一応、法解釈として、えー、これを2つを。 まとめて、えー、1回の閣議でしても良いとされていますので、ああ、×ですと。細かい知識だよね。なんでそんなこと勉強しなきゃいけないんだって感じだけど。 ままあ、過去問分析して、わ、ま、れ、あ、が勉強することを決めるわけじゃないんで、過去問に決められたことを我々は勉強するので、まあ、そこはちょっと文句言うのはなしにして、えー、覚えていくしかないですね。内閣があー最高裁判所の長官を指名する閣議っていうのをやる、それは憲法上明らかですよね。で、それをまあ助言と承認をするのも閣議をやると、これも憲法上明らか。両方とも内閣がやるんだったら、一緒にまとめた方が効率よくないですかじゃあ一緒にまとめてやっちゃだめなんですかいいですよっていう話です。 はい。天皇は国会を招集するが、内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むとする立場からすると、憲法7条の規定により、内閣が収集に関する決定権を有すると。だから、あの国会を収集するのが天皇だって書いてましたけども、それは内閣の助言と承認でやるわけですよ。で、その内閣の助言と承認に関しては、内閣が実質的決定権を含むとすれば、そ,のそれに基づいて行う国会の招集も決定権は内閣にあるよね。 その通りだね。る、まあ、だね、うんはい。う。天皇は英転を授与するが、憲法は御社の認証と異なり、英転の授与自体が天皇の告示行為であるとしており、英転の授与の認証を告示行為とはしていない。これ、条文を見るしかないですね。はいえー、ここですね。7条7号。英転を授与することが告示行為なわけで、えー、認証とは書いてないね。ここは認証って書いてるけど、これ、授与だよね。 ここ聞いてんだね、この問題はね。だから、うは丸だねってことです。そう。認証は入ってないね。授要は告示行為としてるけど、認証は告示行為に入ってなませんでしたね。だから、丸です。え、天皇は国会の開会式に参列するが、その際のお言葉は、天皇の象徴としての、えー、と行為であるとする立場からすると、 えー、お言葉について内閣の補佐は不要であると。うん、これ難しいと思うんだよね。あの、丸抜考えのね。まあ一応あの解説すると、象徴としての行為っていうのは、要するに、あの、公的行為なんですよ。 象徴としてやってる。さっき言ったように、なんか朝起きてご飯食べるとか、それは私的行為だけども、えー、これは明らかにあの象徴としての公的行為だよね。ってなると、公的なことに関しては、基本的に内閣の補佐を受ける必要があるというふうに考えられるので、これは罰なんですね。これはあの、お言葉は天皇の私的な行為だと考えれば、内閣の補佐は不要だという文章だったら、丸になるんだけども。 公的行為だったら補佐が不要とは言えないので、罰として、あと絵が正解と。天皇がらみの担当問題は私は、ね、非常に嫌いでした。<laughs> 自分が勉強しているときにあの。細かい知識よく聞いてくるんですね、こんな感じでね。うんまあ、だから、なんか。 これ,これ用になんか勉強するというよりは本当に担当の問題を見て、条文を確認するとか、その程度で天皇に関してはいいかなと私は思っています。えー、次の問題、天皇が国会、えー、開会式に出席した上で述べるお言葉の憲法上の位置づけに関する、えー、ものを選べと。丸ツをつけろと。えー、あお言葉を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、えー 象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提とすると、天皇の権能を代行する摂政のお言葉を述べる、摂政はお言葉を述べることはできないと。これ、まあ、日本語を解釈すればあの丸抜出るんですけど、まず天皇っていうのは、お言葉が象徴としての地位に基づくとまず考えるんですね。そして、その象徴としての地位が、 天皇の一身専属のものとすると。この二つを前提にするんですよ。まずね、この理,理屈解釈としてね。はい。天皇としての地位に基づあ、ごめん象徴としての地位に基づくと。そうすると、で、そして象徴としての地位は、天皇の一身専属に、一身専属、つまり天皇にしかない。そうすると、お言葉っていうのは、天皇にしかない。天皇の地位でしか、 できなないいものっていう発想になるよねそうするとさっき出てきた摂政天皇の権能を代行する摂政は天皇ではないわけでだから天皇の一身専属の象徴の地位にはつけないだから象徴者としての地位に基づくお言葉はできないっていう論理的結論になるよねだから「丸なんですねこれ,は知識これは知識なくても丸バツつけれるんですよこの「×」の中に書いてある論理をひもとけば丸バツが出るんですね 知識不要ですね。まあ変、変な言い方するとね。あに関してはね。で、い、お言葉を告知行為である国会の召集と密接に関連する行為として、準告知行為と位置づける見解については、お言葉について内閣による助言と承認を通したコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。これどうでしょうか。えっ、ー、と、お言葉をあの国会の召集と密接につまり、 国事行為である国会の召集だよね。これと密接に関連する行為と位置づけるわけですから、そしたら、内国による国事行為である国会の召集は内閣の助言と承認がいるわけだから、これと密接に関連するものに対しても同じく助言と承認を通じたコントロールを及ぼすことができるという結論になるはずだから、いわばつですね。じゃあ密接に関連してないじゃないかって話になっちゃうでしょ。<laughs> だってこれは助言と承認いるわけだから、招集には。それと密接に関連するってことは、えー、その助言と承認の枠内に、えー、コントロールの枠内に入ってくるよねっていう、そういうねあの論理展開になるはずなんですね。だから罰なんですねああ。う、お言葉は国事行為である儀式を行うに含まれるという見解に関しては。はい、つまりあの、儀式を行う,そうあの。国会でお言葉を述べるっていうのは、儀式を行うっていう。 えっと、それと、えー、解釈できるんじゃないかっていう考え方があるわけですね。うん。なんでこんな考え方するかっていうのはちょっとおさらいなんだけど、あの、つまり、天皇ができる国事行為って、その、限定されてるわけですよ。だって、憲法にあるものしかできないっていうさ、の担当問題でもあったでしょじゃあ、お言葉って、天皇できんのかって問題になるんですよ。うん。 でも現実にやってるんですよ、天皇は。だから、なんとかして、憲法上できるってことにしたいから、あいやあの、あそこであるお言葉っていうのは、この儀式を行うものと解釈できるよねっていうふうに、なんとか憲法上の文言に引っ付けようとしてるんですね。だから、天皇のお言葉は儀式を行うに含まれるんだよっていう、そういう説があるんですねで。この立場によると、儀式を行って、この立場はこう考えるんですよ。あの儀どうしようかな。 お言葉は、お言葉は、儀式を行うに含まれるんだって考え方を取ると。で、したときに、じゃあ、仮に、儀式を行うっていうのを、儀式を主催するっていう意味じゃないかと。まあ、行うって要するに主催するってことでしょと。そうすると、儀式を行うイコール、えー、儀式を主催するというふうな意味で解釈すると仮定するね。 仮定するのは、そ問題がそう言ってるから、そう仮定するとって言ってるんですね。そしたらどうなるか。じゃあ、そうすると、これとこれイコールなんだから、当然、じゃあ、お言葉が、儀式を主催するに含まれなきゃいけないよってことになっちゃうんですよね。で、それは、 分離上意味があるでしょっていう批判を受けているわけです。うん、だってあの、お言葉を述べて別に儀式を主催するっていう行為とはまた別のことだよねっていうことなので、これは一応、まあ丸なので、丸、えー、×丸で3になると、うん。主催ではないでしょ、お言葉みたいな。ことになっていくる。 でこんな感じで天皇に関しても担当問題で聞かれることがありますよということになります。で、えー、第2編ですね。まあ、第2編の基本的人権の保障の、えーとまあ、ここからすごい大事な話になってくるんですよ。ここからあの、基本的人権の保障はあの、もう論文のメインディッシュです。もうここからはメインディッシュがダーっと並んでいく感じですね。で、一応まあ創設ってことになりますけども、 あのーまあ、まず人権の分類ですね、まあ、これは別に、あのーまあ、入門レベルの話になるんですが、おおむね自由権っていって、国家からの自由、まあ、国家に干渉されないということですね。っていうものと、社会権、えー、国家による自由、まあ、その国家に補助してもらう自由であったりとか、参政権、国家への自由、ね、国家に参加していく自由というふうな分け方ができるんですね。そういうものがありますよと。 でプログラム規定ですね、ちょっとこの辺はこ、まあ、言葉としては、あのまあ、憲法を勉強したら必ず聞く言葉なんですけども、どういうことかっていうと、えー、プログラム規定っていうのは、個人に対し裁判による救済を受けうる具体的権利を付与するものではなく、えー、国家に対しその実現に努める政治的、道徳的目標と指針を示すにとどまる規定のことを言いますで。56ページ、ちょっと見てもらうと。うん より詳しく説明されていて、はい、プログラム規定って何かっていうと、まあ、さっき読んだようなことが書いてあると。で、このプログラム規定の特色っていうのが、まず法規範性すらない。だから裁判規範性なんて当然にないんですね。法規範性と裁判制規範性っていうのは、えっ、ー、と、裁判規範っていうのは裁判に主張できるってことなんですけども、 それは法規反省があることが前提なので、プログラム規定というのがまあ法規反省すらないというような考え方、法的効果が全くないと。で、じゃあなんでそんな、まあ、一応法律の条文なんだけども、法律の条文なのに、なんで法規反省もないのかっていうと、国家に対して政治的、同期的な目標と指針を示すんだと。まあ、もっとみたいなものですよ、うん。こういうふうにやっていこうねって、もっと書いてるだけだ。だから別に法律、法規反省もないんだというような考え方が取られている。 でもこのプログラム規定というのは、今は別にそんなに気にしなくていいです。プログラム規定が特に問題となるときに、また学習し直せばいいので、そういう考え方があるんだということですね。はい、続いて、制度的保障。制度的保障というのは、憲法が一定の既存の制度に対して、立法によってもその確信ないし、本質的内容を侵害してはならないという保障を与えているもの。だから 人は骨ららの権利を有するみたいに、人権的にそうやってるんじゃなくて、こういう制度を保障しますよっていうふうに決めているものを制度的保障っていうんですね。これはまあ具体例をちょっと見ておくと、えー、と例えば、えーと、政教分離とか、大学の自治とか、まあ、私有財産制とか地方自治とか、こういうふうに制度として設けているもの,あの。政治と宗教を分離しますっていう制度ですね。 これは特に何か人権を定めてるんじゃなくて、政治と宗教を分離するんですよ。でも、政治と信教を分離することによって何が起きるかというと、信教の自由が守られるんですね。だから、信教の自由っていうのは、どんな信教をあ、どんな宗教を信じても自由ですよっていうこと。で、これを、政治が宗教と結びつかないと。だから、特定の宗教が有利になるような政治。 みたいなことをさせないことによって、実質的にどのし宗教を自由に信仰してもいいよということを守る。つまり制度として保障しているというのと、人権として保障しているというのの,あの違いです。これも別に今、制度的保障というものを勉強するんじゃなくて、その制度的保障が問題となるときに思い出してまた、思い出してまた詳しく勉強すれば OK です。そして、えここからですね。 人権共有主体性。えー、外国人の人権。えー、もろ試験に出るものですね。論文で。えー、まあメインテーマとまで言いませんけど、まあちょっと軽くね、あの、問題となることがあります。どういうことかっていうと、あの、第3章は国民の権利って書いてるんですよ。まあ憲法を見ればわかるんですけどね。まあ憲法。第1章、天皇。 えーどこだはい、第2章、戦争の放棄。そして第3章、国民の権利及び義務と。で、この第3章にずらーっとこう国民の権利が並んでて、これがもう本当に論文のメインテーマなんですよ。国民の権利を侵害してないかどうか。それが、まあ、つまり第3章がメインテーマなんだけども、あれじゃあ、国民って書いてるってことは、外国人の権利って侵害してもいいのってなりません。これに書いてることって、国民の権利と表題で国民の権利書いてるんですよ。 じゃあ、例えばアメリカ人の A さんがいて、アメリカ人に対してなんかこう、国がめちゃくちゃなことをやっても、憲法違反だって言えるかっていうと、いやいや、憲法って国民の権利ですから、何外国人の人が憲法を主張してくれてるんですか、意味わかんないんですけど、母みたいになっちゃうっていうと、困るじゃないですか。だから、それはケースバイケースで考えるんです。第三者は国民の権利を標語としているが、でも、外国人に憲法の人権を共有したい、外国人に憲法の人権があるということを認めることができるのかが問題となってくるわけですね。 だから外国人、論文で外国人が登場したら、あ人権共有体制の問題かなって思ってください。うん。で、こんな問題、こんな事例があるわけですね。アメリカ国籍を持つ X は、入国、出入国管理例に基づき、語学学校の英語教師として在留期間を1年とする上陸化を得て、まあ、日本に入国しましたと。その後あの1年間また在留期間の更新を申請したら、まあ、120日間の更新許可を得ましたと。 でまた改めて1、2時間の更新をお願いしたら、今度はもう更新しないと言われましたと。で、えー、それをまあ更新しないという処分を不当として争って出所したわけですね。で、じゃあなんでこの人は更新の処分を、えー、されなかったかっていうとわ、えー、Y が本件処分、Y っていうのは誰だ法務大臣か。法務大臣がその処分をしたのは、 えと無届け転職とあの政治活動、デモや集会に参加したっていう、これを根拠に、あのこの外国人に対して、もう更新を認めなかったんですねで。これが憲法違反かどうかなんですよ。うん、だって、え、政治活動をしたら、更新が認められないってなんでだって我々日本国民って政治活動を自由にしているわけでしょ。政治活動をしたことによって不利益なことを、あのー、言われる筋合いないわけですね。うん でこの人はでも政治活動したことで不利益な処分を受けてるんでしょこの処分とおかしくないですかっていう、これで憲法の問題として扱われるわけです。でじゃあ見ていきます。 憲法22条1項は、日本国における居住、えー、移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人が我が国に入国することについては、何ら規定していないものであり、このことは、国際監修法上国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、またこれを受ける場合にいかなる条件を付するか、当該国家が自由を決定することができる、 自由に決定することができるとされていること。その考えを同じくするものと返されるから、憲法上外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、諸論のように在留の権利ないし、引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない、うんで。続いて、入国管理令21条の規定の仕方は、法務大臣に一定の期間ごとに、えー、と、 当該外国人の在留中の状況、を在留の必要性、相当性等を審査して、在留の拒否を決定させようとする趣旨のものであり、更新事業の有無を判断し、えー、法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解される。従って、えー、裁判所は、えー、法務大臣の判断と基礎とされた、えー、重要な事実に誤認があること。これ判断のだよね、ちょっと。 判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により、右判断が全く事実の基礎を書くかどうか、または事実に対する評価が明白に合理性を書くこと等により、右判断が社会通念を照らし、著しく妥当性を書くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が最良の件の範囲を超え、またはその乱用があったものとして違法とすることができると。 でここに次に書いてあること、これ一番大事です。で外国人の人権の問題で一番大事な一文が次です。憲法第3章の初期定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその代表としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。これです。これ波線引いておりますので、これは覚えてほしいです。 なぜ覚えなきゃいけないかっていうと、外国人が登場しますよね、問題文に。その人がなんかあの憲法であ、憲法上の権利を侵害されたって言って争うんですよね。で、で憲法の問題を書くわけですよね。その時にあに、そもそも外国人が憲法の権利,権利を持っていないんであれば、憲法問題書けないんですよ。あので、憲法問題ってどういう時に問題になるかっていうと、あの別に、 憲法問題ってスタートラインからいきなり憲法問題になるわけじゃないんですね。こういうふうになんか、あのー、やってる、例えば日本で仕事しててあの、更新をしたら更新拒絶された。で、その更新の拒絶を争いたいんですよ。いきなり憲法の運の争いたいんじゃなくて、なんか更新の拒絶を争いたいわからスタートするんですよ。その中で、でもその処分って、ほら憲法に違反してるでしょっていう途中で憲法が出てくるんだよね。その時にあの そもそも主張している外国人が憲法の権利を持っていなければ、そんな主張はできないからあの、憲法の問題にならないわけで、ということは、まず外国人に権利が、憲法の権利が認められるかどうかを絶対に書かなきゃいけないんですよ。これ読みとこれ書き飛ばしたらもう完全に敗転、その部分失うんでね。で、その基準がこちらです。 憲法第3章の初期定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると返されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶって言ってるから、これを書いて、じゃあ今、この外国人はどういう権利が、ね、つまりまずこれ書いて、じゃあ次にどういう権利が侵害されたかを書く。じゃあその権利って ね、日本国民のみを対象としているのか、そうじゃないのかっていうのを検討して、もしそれが日本国民のみを対象としているんだったら、それはいや、外国人にはこの権利を及んでませんわ、だからあなたはこの憲法上の権利を主張できませんわ、おしまい。で、一方で、あこれは日本国民のみを対象としているんじゃなくて、外国人にも及ぶよねとなったら、じゃあ、その外国人に及んでいる憲法上の権利を制限することが許されるのかっていって、次のステップに移る。 はい、これが憲法の答案の順序です。だからそのスタートラインで絶対これ書かなきゃいけないので、これは覚えてくださいということになります。で続き読んでいきますね。 じゃあ、政治活動の自由についても、我が国の政治決定、意思決定、またはその実施に影響を及ぼす、えー、活動と、外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないと返されるもののきその保守が及ぶと。だから、あの、政治活動も、まあ、えっ、ー、と、一定の範囲に及ぶんです。これややこしいのが、あの、政治活動も別にしてもいいんだけども、ただ、我が国の政治的意思決定、またはその実施に影響を及ぼす活動と、 大外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないものはだめなんですよ。うん、で、これはあの、正直余裕があればこれを覚えてほしいですね。なぜ,なぜかって、ちょっと後で説明しますけど。あとで、まあ、今説明しようかな。つまり、じゃあ、 政治活動の自由っていうのも、じゃあ次にその、じゃあどんな権利が制限されてるかっていうのをまず次に見るわけですね。これ、憲法の施行の順序ね、うんあ。この人はどんな憲法上の権利が侵害されたんだろうと。それが例えば政治活動の自由なんだったら、あじゃあ政治活動の自由が侵害されてるねと、なったときに、その政治活動の中でも外国人に及ぶのはあの、政治意思決定に影響を及ぼさないものに限られるんですよね。 ということは、政治意思決定に影響を及ぼすような政治活動は、それは憲法では保障されてませんってなるから、やっぱりそこで終わっちゃうんですよね、憲法上の議論って。その第二フェーズに入る時の議論は、この基準で考えます。もし、外国人の政治活動の自由が侵害されている場合はね。判例で覚えてほしいのは、こういうことなんですよ。私、最初の言いましたよね、判例合戦だと。 うん、でこれはどういう使い方をするかというと、いやいや、我々は憲法の権利を侵害してませんよっていう側が、この基準を持ち出して、あなたのやってることっていうのは、政治的意思決定に影響を与えるものですと、だからこの判例の趣旨に照らせば、あなたは憲法上の権利が保障されてませんっていうふうに、反論する側がこう投げる材料としてこれ使えるわけですね。だからこれを覚えておけば、その材料に使える。 もちろん逆も使えるよね。それが、いや、これは政治的意思決定の影響を及ぼすような活動ではないんだから、これについては憲法上の権利が及んでるんだっていうふうに使うこともできる。だからこういうふうに、判例でこう言われてることを知ってないと、答案でそれ表現できないんですよ、ね。でも、答案で点数が来るのは、こういう表現が書けるかどうかなんですよ。という話です。 で判例続き読むとしかしながら、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているものにすぐないと解するのが相当であり、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を、ここね、ここがちょっと特殊なんですけども、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を、在留期間の更新の際に、消極的な事情として信釈、 されないことの保証が与えられているとまでは言えないよと。うん、でここから特殊です。ここからかなり特殊な話です。つまり、何を言ってるかっていうと。 この、このね、二つの憲法上の論点が絡み合ってるから難しいんだよね。これちょっといきなり応用的な問題になっちゃってるんだけど、まあ、それはもう,こう、あの、普通に憲法の構成上、しょうがないので、ね、外国人の,あの人権共有体制から始まって、外国人の人権共有体制っていうのは、まさにこの判例が、まあ、リーディングケースというか、あのまあ、基本になるので、この判例難しいのが、あの、これって、直接的には、あの、 日本にいる自由が侵害されてるのがわかりますあ日本にいたいですって言って、いや、もうダメです。行っちゃダメです。帰ってくださいって言われてるから、日本にいる自由が侵害されてるんですよ。で、日本にいる自由は外国人は保障されません。うん。つまり、これ、憲法上外国人が我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、書論のように在留の権利ないし、引き続き在留することも、えー、認められていないと。で、でも、じゃあそれで負けかというとそうじゃなくって、 ただ、この処分って、普通だったら認められていいはずなのにあの、政治活動をしたことを理由に認められてないんですよね。それは直接的には、今この国にいる権利を侵害されてるとしても、間接的には政治活動をしたことに対する罰なんだから、それってそもそも政治活動の権利を侵害してませんかっていう発想につながるわけですよ。 そう考えたら、22条に基づく、その、日本にいる自由が認められなくても、政治活動の自由として、憲法に保障されている自由が侵害されているんだって言えれば、それは憲法上の問題として言えるわけですね。だからもう、この人、20、あの、日本にいる自由が保障されているからダメだっていうことで、争うことは不可能ですからね。ただ、じゃあ、確かにその権利はあるんですよと。だけども、ここなんですよ。でも、それって、確かにあなたは別に、例えばね、 政治活動をして、それを直接的な理由でそれを制限するような処分をすることはできないわけです。だけども、それをやったからあ、じゃあもうちょっと日本にこれ以上いさせられないねっていう処分は、それはできる。なぜなら、政治活動の自由があったとしても、それを日本にいるかどうかの判断でマイナスな評価を受けないという、そのレベルまでは保証されてませんって言ってるんですね。うん、で続き読むと じゃあ、X の政治活動は、その行動の対応から見て、ここね。直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとは言えない。まあ、周り不動言い方ですけども、まあ、憲法上の保障が及んでいる可能性があるんですよ。うん。憲法上の保障が及んでいる可能性があるんですよね。が、Y の判断の裁量の逸脱乱用を認めることはできない。つまり、結局これ、確かに、 あなたがやった政治活動っていうのは、日本の憲法で保障されているものかもしれませんが、それをマイナスな事情として評価されないことまでは含まれてません。なぜなら、それこ,こでここに戻るんですね。そもそも外国人には、日本にいる、えー、権利は保障されているものじゃないと。だから、誰を、外国人の誰をどれくらいいさせるかっていうのは、法務大臣の、えー、と判断に基本的には委ねられていますと。法務大臣が決めていいんですよ。 だって法務大臣は憲法に縛られてないから、うん。もし外国人が日本にいる自由っていうのが憲法に保障されてるんだったら、法務大臣はそれを侵害してはいけないんだけども、でもそんな自由は外国人ではないっていうことになってるから、法務大臣はそれは気にする必要はない。だから法務大臣の自由に、まあ、そこは憲法に縛られずに判断できるわけです。 でじゃあどこまでいけばその法務大臣の処分が違法なのかというと、ここまでいけば、ですね、もう1回読むと、法務大臣の判断の基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより、右判断が全く事実の基礎を書くかどうか。例えば、本当はそんな政治活動をしてないのに、政治活動をしたという間違った事実を用いて判断した場合は、それはダメです。それにはたりないよね。政治活動をしたことは間違いないから。じゃ次、事実に対する評価が、 明白に合理性を欠くこと等により、判断が社会通念を照らして著しく妥当性を欠くという場合は、これもだめ。で、そこで問題になるんですよ。じゃあ、そこで、えっと、政治活動をやったことをマイナスとして評価する。これに著しく妥当性を欠くかどうか。それは言えないよね。っていう解釈なんですね。まあ、なかなか、なんていうんでしょうねあの、かわいそうな、かわいそうというか、うん、ちょっとかわいそうな。 処分になってますけどもあのやっぱりこれはなんでこういう処分になったかというとあの、法務大臣の裁量を前提として広く認めるという、この,この基準で判断されたからなんですねで。ここも憲法ですごい大事な考え方で、まずこれが基準になるわけですよ。で、あの憲法の判断をする前に、結論を出す前に、えーまあ、必ずと言っていいほど、先に基準を作らなきゃいけないんですよ。 この順番間違えないでほしいんですね。基本的に基準を先に作ります。で、その基準に従って判断をするんですね。まあ、規範は当てはめと一緒ですよ。他の法律で言う。で、その基準がめちゃくちゃ大臣に有利な基準なんですよ。もうよっぽど、よっぽど著しく妥当性を欠くことが明らかとか、もう何回言うんだ、それっていう。<laughs> 著しくと明らかとかって、もうここまで言われて、著しいことが明らかなんですよ。なかなか厳しいよね、それ、ね、そうは言えないよね、というような判断になってる。で、この、まあ一応論理順序が、あの憲法の答案の論理順序と、まあ、結構似てて、まず、えーと、人権が侵害されているかどうか。外国人だったらそ、そもそも人権あるかどうか。 人権侵害されてるってなったときに、じゃあどのレベルで人権の侵害を違憲とみなすかどうかを基準を作る。その基準に当てはめて、今回はどうだって判断する。これ順番になってくると。だから、このときに皆さんが基準を答案に書くんだけども、まあ、そこで結構勝負が決まるんですね。基準が緩ければ、えー、なかなか違憲にはなりません。基準が厳しければ違憲になりやすいですね。 だからまあ、これは基準が緩いからあの外国人の人権侵害が認められなかったとそういうふうになるわけです。<laughs> まあ、この話は何回もするのであのこれから、ね、皆さんもだんだんと憲法の考え方がこの判例を通して身についていただければいいかなと思います。2つ目の判例アメリカ国制を有しハワイに居住する X は昭和56年 えー、来日してた、居住していた神戸市において、新規の外国人登録の申請をした際に、えー、指紋の、ね、応印をしなかったと。応圧しなかったため、その外国人登録に該当するとして起訴されたと。だから、指紋に、えー、指紋を応圧しなかったら、あ罰するという規則が、まあ、あったわけですねで。それにもって起訴されましたと。でこれが憲法違反かどうかという話で見ていきますと、えー、指紋は、 えと指先の文様であり、それ自体では個人の私生活や人格、思想、心情、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不動性、修正不変性というのかな、を持つもの。つまり、みんな指紋はバラバラで一生変わらないということです。だから、個人を特定する材料になるんですね。えー、採取された指紋の 利用方法次第では個人の私生活、あるいはプライバシーが侵害される危険性があると。このような意味で、指紋の大夏ーー制度は、国民の私生活上の自由と密接な管理を持つものと,、えー、と考えられるとで。ここで憲法13条が出てくるんだけども、憲法13条は、国民の私生活上の自由が保障されることを規定しているので、えー、国民の私生活上の自由の一つとして、何人もここです。りに指紋の大夏ーーを強制されない自由を有する。 で国家機関が正当な理由もなく、指紋のオーナーを強制することは、同場の支持に反して許されず、また、右意の,の自由の保障が、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと。はい、ここの理屈、また大事ね。で、とりあえず、憲法13条を見ておくと、こちら。 すべ、えー、て国民は個人として尊重される。生命自由及、えー、び、えー、幸福追求に関する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、えー、立法その他国政の上で最大の尊重を必要とすると。だから、えー、その、生命自由及び幸福を追求する権利があるって言ってるんですよ。で、これって結構広いじゃないですか。幸福を追求する権利っていろいろ広いので、あの、つまり、これ、直接問題になってるのって何かっていうと、 その指紋を大夏しなかったから、それで起訴されたんですよね。これ、どんな権利が侵害されたかっていうと、指紋の,の大夏を強制されない権利なんですよね。これが侵害されてるの分かりますかじゃあ、指紋の大夏を強制されないっていう憲法の条文ありますかそんな細かいことあるわけないでしょ。なんですね。だから、そういう細かい条文に当てはまらないものを、とりあえず13条で保障するっていう考え方を取ると、これ13条で保障されてるってまず判例は言ってます。 この結論を覚えておきましょうね。指紋の大夏を強制されない自由は憲法13条で保障されてるんです。そもそもこれが保障されてなかったら、あのー、憲法の問題になりません。保障されてますよと。で、その自由はさっきも、あの、日本国民のみに及ぶと返されないものは外国人にも及ぶっていうさっきの基準を使えば、まあ、それは別に指紋の大夏って日本人に限らず外国人にもね、認めていいよねっていう話だから、外国人にも及ぶと。 はい、ここまで来て初めて、じゃあ、この外国人は指紋の大夏を強制されない自由を侵害されてますよね。だって、指紋の大夏拒否したから罰則食らってるんですもんね。うん、でも、ここからですね。じゃあ、ここで大事なのは、憲法上の人権って侵害されたら即アウトじゃないんですよ。えー、いろんな理由で、あの一定の条件のもとに憲法上の権利っていうのは侵害されることはやむを得ないんですよね。うん まあ単純な話、さっきの独占禁止法とかね、あんな営業の自由を侵害してるわけですからね、それは別にしょうがないんですよ。ある理由で、侵害、憲法上の権利というのは制約を受ける。じゃあ、それどこまで制約していいかっていう、その範囲の問題なんですね。ここ、しかしから読みますと、しかし、この自由をもう無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には、相当の制限を受けるで。これは13条に定められている。 まあちょっと読み直すと幸福を追求する権利は公共の福祉に反しない限りって言ってるわけですから公共の福祉という制限は受けるんですよ公共の福祉っていうのはそのまあみんなの利益みたいなことですね。 だから、例えばめっちゃ例えばの話だけども、幸福追求の利益あるんでしょ俺は人を殺すことに幸福を感じるんだ。これが俺の権利なんだって言って、人を殺しまくってる人は伸ばしていいかっていうと、いいわけないよね。それは公共の福祉に反するからです。そういうことです。ってことで、はい。じゃ見ていきますと。だから、どこまでっていうとあの、必要がある場合には、その権利は制限を受けますよと。 で今回、外国人登録法が定める在留外国人についての諮問を行う制度は憲法あ昭和27年に外国人登録法が立法された際、えー、道場1項の外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資するという目的を達成するため、戸籍制度のない外国人の、えー、事物特定につき、最も確実な制度として制定されたもので、その立法目的には十分な合理性があり、かつ必要性も肯定できると。 で本件当時、制度内容は、大夏義務が3年に1度で、えー、3年に1度。この辺ポイントなんですね。3年に1度で、えー、大夏の指紋も指1本でいいと。で、その強制も罰則による間接強制にとどまると。ものであって、えー、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとは言えず、方法としても一般的に強制限度を超えないものだったので、違反しませんよと。うん でこ,こ,のこの判例も、あの憲法の答案を作る上でヒントになることがもうめっちゃ詰まってるんですね。うん、まず、まあ、さっきも何度も言ってるようにあの、憲法の保障が及ぶかどうか、憲法の権利が制限されたかどうか、まずここで確認します。じゃあ、制限されてるとなったとしても、それは無制限じゃないので、<laughs> こういうふうにあの公共の福祉のためでこういうふうに、まあ、基準を作るんですよね。 まあ公共の福祉のために必要がある場合は、相当な制限を受けると。だから、ここで言うと、必要があるかどうか、それが相当な範囲か、つまりまあやりすぎじゃないか。そうなんです。この2点で考えますよって言ってるんですね。だって、じゃあ、指紋を、別に指紋を取る必要もないのに指紋を取るって、 何のためにって話でしょだから、何かしら指紋を取る必要があるって言えなきゃいけない。そうすると、ここに書いてあるよう、ね、に、外国人をか適切に管理するためですよってことで、あ、必要性あるねと。うん。で、一方で、これ、やりすぎじゃないか。これ、例えばね、じゃあ、必要があるって言っても、毎日指紋をしに来いよとか言って、毎日指紋をさせるって、それやりすぎでしょどう考えても。だから、そこも見るんですよ。どこまで指紋を取るの 3年に1回だけでいいですで。1つの指をやって、で、それに、例えばこれに指紋をあ取らない、指紋を拒否したら死刑だとかはやりすぎだけども、間、ま、接、あ、矯正、まあ、ちょっと罰金的なあ矯正をしてるだけだというふうに、その罰則も緩いとなってくると、まあ、それぐらいだったらやりすぎじゃないから、相当な範囲ないかなっていうことで、これね、これ、ね、えー、っと、一般的に、 こうね、許容される、えー、限度を超えない相当なものと言えるねと。ちゃんと2つの要件クリアしましたねこれが憲法の答案なんですね。でここで皆さんはあの当てはめのヒントがあるよね、ここにね。まず、どういう目的でそういう法律があるのかと。そういう処分をしたのか。処分、法律の目的を見ると。あ外国人を管理しなきゃいけないねと。 確かにそうですね。外国人は入ってきて、戸籍がないからね、外国人はね。誰が、誰が入ってきたか分かんないってなったら、さ、大変だから管理する必要があるねと。で、やりすぎじゃないねと。と、うん、であれば、この条件クリアしてるね。この順序ね。憲法の保障があるかある。じゃ制約されてるか制約されてると。じゃどういう条件で制約が許されるか。基準を作る。その基準をクリアしてるかどうか。クリアしてる。じゃあ、合憲。してなかったら、意見。この順序で考えます。じゃ次見ていきますね。 日本で生まれ育った在日韓国人である X ルは、えー、憲法15条1項による国民には在留定住外国人が含まれ、または93条2項による住民には、当該地域の居住者である限り外国人が含まれると返すべきであり、自分たちには地方公共団体における選挙権が憲法上保障されているとして XY らに対し、公職選挙法24条に基づき、えー、選挙人名簿への登録を求める意義の申し出をし、却下された。そして、 えと定住外国人に地方公共団体の選挙権を認めない地方自治法とかの規定は、えー、憲法の全文14条、15条、93条、2項等に違反するとして、百、えー、下決定の取り消しを求めて訴えを提起したと。まあ、一応、見とくと、例えば憲法14条って、じゃあ何書いてるかっていうと、憲法14条って、あの平等を言ってるんですね。 だから、外国人と日本人であの異なる扱いをするのは、平等に反するって言って、主張したりとか、まあ、15条はね、あのまあ、いわゆる、えっと、選挙権ですよね、公務員を選定し、およびこれを罷免することは日本国民公務の権利であると言ってるとか、こういう、まあ、の選挙権とか平等権とかを侵害されてるんだって言って、 自分たちが選挙できないのはおかしいぞって言って訴えたわけですね。い、うん、きましょう、えー。憲法15条1項による、えー、公務員を選定、罷免する権利の保障が我が国に在留する外交人たちも及ぶかどうかについて検討すると、憲法の右規定は国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存在することを表明したものに他ならないところ、えー、主権が日本国民に存するものとする憲法全、えー、文及び一条の規定に照らせば、 えー、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかである。そうすれば、公務員を選定・罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、えー、どこに読んだっけあ、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないって書いてるね。 この2つの直線部分っていうのは、もう本当に余裕があれば全然覚えていただいて使えますよね。ちょっと、まあ、あの過去問とかをね、皆さんまだ解いたことないと思うんで、イメージ湧からないと思うんだけども、だからこそ私はさっき言ったように、憲法ね書いてあるあ、ごめん、判例で書いてあることを、えー、引用、引用というかね、使って、その判例合戦をするのが、まあ、司法試験の答案ですよっていうことを言ってて、つまりここで言うと、この2つはね、判例合戦で使えるよね。 つまり、私に選挙権がないのはおかしいって言われた、言われた側ですよ。いや、あんたには選挙権なんてないんだっていうときに、これ使えるよね。この二つねだこ。つまり、使えるっていうのは、要するにこれ書けば点数が来るんですよね。この論点が出たときね。まず、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民、すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかになる。ここはもう省略していいよ。あの国民主権の原理における国民とは、あの国籍を有するものを意味する。 とかっても省略しても,もちろんいいけど、こういうことを書けば点数が来る可能性がある。あとは、だから公務員を選定、否認する権利を保障した憲法15条1項の規定は、さっきの、ね、基準があったじゃないですか。外国人に認められるかどうかの基準、それに照らすと、その性質上、日本国民のみを対象としてるから、えー、と外,国外国人には及びませんと。これ使えばいいわけですよね。あの合憲憲といいいううう人はねここうううに憲法に法書いてあることを あ判例に書いてあることを覚えるっていうのは、こういう使い方をしてほしいから、答案でこういう使い方をしてほしいから、この辺をは覚えておくといいと思うんですね、はい。で、今度ね、次見ると、だから前期の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすことであることも考えらせると、今度ね、 憲法93条2項に住民とは、えー、地方公共団体の区域内に居住を有するえ日本国民を意味する。ちょっと憲法、えー、今度93条2項を見てみましょうか。そうですねはい、地方公共団体のさ その議会の議員及び法律の定めるその他、えー、議員は、えー、地方公共団体の住民が直接選挙するって書いてるから、いや、待ってと、私も住民だとね、外国人ね、私も住民なのに、選挙できないのおかしいっていうね、理屈。うん。これは成り立ちそうだよね。住民な、住民って言ってるんだからね。住んでる人でしょ住んでる人でしょ今度国民じゃなくて住んでる人でいいんでしょ私住んでるんだけどって言ってるわけですね。はい。って言われた時にどうするか。こちらですね。 区域内に住居を有する日本国民を意味しますよって言ったらもう負けですよね。この判断したら負け。だから、こういうこの部分も、まあ,あの、当案で使えますよね。そう。だから地方公共団体における選挙権も、えー、と指定されるわけですね。 公開するのが相当であり、右規定は、我が国に在留、えー、する外国人に対しては、地方公共和団体の長、その議会の議員とその選挙の権利を保障したものということはできないとで。このように憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとは言えないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義の社会における地方自治の重要性に鑑み、えー、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、あ その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障するしようとする手段に出たものと返されるから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域内の地方公共団体と、特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、 その意思を日常生活に密接な管理を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく法律をもって地方公共団体のおさ、これおさっていうのかちょうっていうのかちょっとわかんないんだけど、まあおさ、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。 しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、もっぱら国の立法政策に関わる事情、事柄であって、このような措置を講じないからといって、違憲の問題を生ずるものではないと。反例、なんて言ったかっていうと、もう、あなたには、あの、選挙権はないないっていうか、選挙権は憲法で保障されてないんですよ、と言ったわけですね。でそれに続いて、もし仮に、これ、もし仮にの話なんですよ。もし仮に、あなんか、立法で、 あの例えば、あのこう密接な関地域と密接に関係し、密接な関連性を持っている、関連とか関係性か、関係性を持っている外国の住民の方にあの、選挙権を付与するような法律がもしあれば、それは別に憲法に反しないよと。だけども、今回、それないんですよね。 そういう法律を作るかどうかは別に立法政策に関わるので、それがないからといって、別にそれで違憲ってあるわけじゃないと、だからこのすごい余計なこと言ってると思うんですけど、この判例、こんなこと言わなくていいのに、こんなこと言って、だから、まあ、別にあなたはそういう法律がないんだから、あなたが憲法の権利を主張することはできないよという結論になってるわけで、まあ、この部分って別にまあなくてもいいんじゃねっていうような話ですが、なんで線引いてるかっていうと、この部分結構担当とか問われることあるんですよ。 まあだから覚えておいてねってことです。まあ、関用にですね。うん。これ言ってることとしては、まあ、これも結構大事なこと言ってて、あの憲法上の権利と法律上の権利って別なんですよね。うん。何度も言うように、その憲法の議論をするってことは、憲法の条文に反してる。 っていうところですだから基本的に憲法の答案はまあそこに点数を振るわけですよね。うん。で、えー、だから憲法に反しているかどうかと、憲法以外の法律の問題とは、まあ、ちょっと別で考える必要があるわけで、ここで言ってるのは、あなたがた今、ここであの選挙できないっていうのは、別に憲法の問題にはならないんですよと言ってるわけです。で仮に あ,のあなたに投票権を認めるような法律があれば、その法律は別に憲法に反しないから、その法律をもってあなたは投票できることになるけども、そんな法律を作るかどうかはあの国の自由であって、作らないということは別に憲法に反する問題じゃありませんよとも言ってるわけです。まあそういう話なんですよね。うん、まあそういうことですね。はい、だからまあこの辺は、まあ うん、そういう憲法に反しないって言ってるけども、別に実際にそんな法律なければやっぱりダメだよっていうことになってくるよという結論ですね。で続いての事例見ていきます。韓国籍の特別永住者 X は1988年に保険婦として Y に採用された、その後 X は課長級の管理職先行試験の受験を日本国籍でないとの理由で拒否された、このため X は受験資格の確認および受験を拒否されたことによる、精神的苦痛による損害賠償を求めたと。はい ということですね。で、えー、見ていきます。要するに、その、し、東京都っていう、これ、だから、東京都の職員に採用されなかったことに対して、あの、訴えて憲法違反だって言ってるので、これちょっと重要なのが、あの、皆さん普通に民間企業に採用面接で行って、拒否されたときに、憲法違反だって言えるかというと、基本的には直接は言えないよね。だって憲法って、国と国民の関係性。 なわけですよ基本的にね。だから、民間企業に採用拒絶されても、それは基本的には憲法の問題じゃなくて、民法とかの問題ですよって話。だけども、これは国なんですよ、相手が。国に日本国籍でないっていう理由で拒否されてるから、まあ、それはねあの、職業選択の自由なり、平等権なり、まあ,あの、そういったものが侵害されてるっていうような見方とか、いろんな見方を使って、 国だからね、相手がね、国,の場合国とか都、党か都、地方自治体とかの場合は、憲法の問題になりうるんですね。うん、で、見ていくとえ、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなど、公権力の行使に当たる行為を行い、または、あもしくは、普通地方公共団体の重要な、えー、施策に関する、えー、決定を行い、またはこれらに、えー、参画することを職務とする、いわゆる 公権力講師と地方公務員の職務の遂行は、住民の生活に直接、間接に重大な関わりを有する。それゆえ、国民主権の原理に基づき、国および地方公共団体による統治の在り方については、日本国の統治者として、えー、国民が最終的な責任を負うべきものである。ことに照らし、 原則として、日本の国籍を有する者が、公権力と地方公務員に就任することが想定されていると見るべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間で、その国民としての権利義務を有する外国人が、公権力と公私、地方公務員に就任することは、本来、我が国の法体系の想定するものではないと言ってるわけです。まあ、何を言ってるかというと、 公権力を行使できるレベルの公務員には外国人がなることを、えー、と想定していませんと、うんまあ、普通に考えてわ、まあ、からんではないよね。だって公務員というのはあの、まあ、国の行政とかを決める仕事なわけでなんで、まあ、それは基本的に国民に限るというふうな考え方をとっても問題ないよねと。で特にその公務員の中でも 公務員って言ってもね、別に公権力を行使しない公務員もいるじゃないですか、あの普通にあのた単なる事務作業しかしない公務員とかね、別にそれいらっしゃって、それは別に何の問題もない、まあ、それは別に外国人でも問題ないと思うんだけども、国政のあり方に関与するようなレベルの公務員って、やっぱりそれは日本国民がなるべきでしょって言ってるわけですね。あの公務員っていうのを一律に言ってるわけじゃなくて、公務員の中でも単なる事務作業しかやらない公務員じゃなくて、そういう公権力を行使するレベルの公務員に関しての話をしているわけです。 そうすると、そして、地方、普通地方公共団体が、えー、公務員制度を構築するにあたって、これですね。公権力と、公権力、行使と地方公務員の職と、これに承認するのに必要な職務経験を積むために減るべき職。 つまりね、まあ、いきなり公、公権力を行使するレベルの、えー、と公務員になるっていう場合と、そうじゃなくて、まあ、それに承認するための一つのプロセスとして、まだ公,公権力を行使する段階じゃない、んだけども、でもいずれ、あのその公権力を行使する、えー、ルートに行くような仕事、それはまあ分かれるじゃないですか。な、ま、ん、あ、だってそうだよね、みんななんだって平社員とかから始まって、だんだん上昇給していって権力を得ていくわけだよね。って考えると、 これとこれを、つまり,つまりその、こっちは外国人がなってもいいけど、こっちは外国人は直接なれない,なれないって考えたときに、それを一体として対応する場合、つまり、もうこの時点で外国人はお断りだと。だって、これはそもそも、いずれ公権力を行使する仕事に就くっていう、そのプロセスの一環だから、だからもうこの最初からもう外国人になることは想定しないっていうふうにしても、その、えー、判断により行うことができると。それは別に OK だと。 いうことですそうすると、普通地方公共団体が上級のような管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って、えー、管理職に承認することができるとする措置を取ることは、合理的な理由に基づいており、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないと、でこれは特別永住者でも一緒ですよということ、だから特別永住者にそういう公務員の就任を認めなかったとしても、それは憲法問題にはなりませんと。 いうことなんですね14条1個に違反しませんと。となぜなら、まあ、つまりもともと外国人の方がそういう仕事をすることはその国の法律の想定するところじゃありません。で、じゃあそ,うそれに至るプロセスの一環としてあの事務的な作業をする仕事があったとしても、まあ、それに採用するかどうかは別にその人事制度の判断によりますから、えー、それも別に14条の平等違反じゃないよっていう。 そういう判例なわけですね。はい。だから、この判例、こういう判例で何かこう、司法試験で使えるパーツっていうのは、まあ、もちろんここですよね。この直線引いてる。この部分は、この部分の理屈っていうのは、司法試験で同じような問題が出たときに使えるよね。で、こんなふうに、まあ、今日、今日判例見るのここで終わりますが、続き次回からやりますけども、判例を見るときに、まあ、 その判例の中で、あこの論理展開とか、このフレーズとかっていうのは、答案で使えそうだなってことを拾っていって蓄積していく、これが私は憲法の問題を解く上で大事な作業だと思っているので、ちょっとそれをいくつか今日判例でやりました。でこのような作業をまあ引き続きやっていきたいと思います。でじゃあ、そういう知識を最終的に答案にどういう順序とか、どういう使い方をするかっていうのは、また次回以降、どっかで論文問題をみんなでやっていく機会があれば、説明できればいいかなと思います。 はい。じゃあ今日の講義は以上です。お疲れ様でした。